はい、レコーディングも OK ですね。はい、それではですね、お時間になりましたので、草加先生ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは監査論担当草加です。よろしくお願いいたします。監査論ではですね、アウトプット教材をベースに、つまり、ロングレ答練、公開模試、そういったものをベースにですね、出題予想を、まずお伝えしたいと思いますので、早速、画面を共有させていただきます。はい。で、皆さん共有できてますでしょうか。あ、できてはい。ます。ありがとうございます。はい。で、監査論に関しましては、まあ、こういったね、まず論文の本試験の出題、実績ベースで見ていく。その後にロングレ答練、そして公開模試、あとは基準、そんなところからですね、予想していきますが、まず、予想の分野としてどこかというのを皆さん聞きたいと思うので、先にお伝えします。監査論ではですね、やはり、リスクアプローチのところが、まずね、一つ予想としては、出題可能性高いんじゃないかなっていうのがあります。で、もう一つは不正ですね、不正。そして、継続企業。まあ、このあたりは、出題可能性は高いんじゃないかな。そして、最近トピックなその他の記載事項ですね。その他の記載内容。まあ、その他の記載内容と、あとは内部統制。このあたりは、出題可能性が高いと思っておりますので、この後ね、具体的にお伝えしたいと思います。あとですね、試験委員の先生の著書とかですね、実績、論文の実績からしますと、会計上の見積もり、内部監査、そして報告論。このあたりも、出題可能性としてはあると思いますので、それも踏まえてお伝えしたいと思います。はい。では、このレジュメのね、最初のところで、ですね、論点の横に、右に丸と二重丸をつけております。まあ、丸のところはね、まあ、余裕があれば見ていただければいいですし、二重丸のところはぜひ直前に見ていただきたいという意味で、論文式本試験の出題実績の右側に、丸をつけています。ここを見ていただきますと、平成18年は第7問のところでリスクアプローチが、出ています。ので、丸にしています。で、平成19年の第1問ではですね、ここは会計上の見積もりが出てるんですね。で、会計上の見積もりは試験委員の先生の得意とされる論点でもあるので、まあ、ここもね、可能であれば見ておいていただきたいということで丸にしています。そして、平成20年ですね。20年は、やはり第1問でリスクアプローチ、まあ、事業上のリスクも含めてリスクアプローチが出ていますので、ここも余力があれば見ていただきたい。そして、平成21年の第1問では、継続企業の前提が出ております。この継続企業は、このコロナ禍にあってですね、会社の業績が低迷している会社っていうのも、まあ、実際に結構ありますので、その観点から、事例としてですね、継続企業に問題があるような会社が出される可能性は低くないと思いますので、継続企業の論点も見ておいていただきたいという意味で丸にしています。平成22年の第2問、ここでもですね、継続企業が出ていますので、この問題も見ておいていただきたいんですが、第2問のですね、四半期レビューですね。継続企業と四半期レビューが絡められている問題。これに関しては正直出題可能性は低いと思います。四半期レビューはこれからなくなるんじゃないかっていうね、議論がされていますので、さすがに四半期レビューを、出すっていうのはちょっとね、考えにくいかなと思いますので、四半期レビューに関してはもう本当に基本的な入門でやるような論点だけをね、押さえとけばいいかなと個人的には思います。で、次、平成23年で主体論のところ丸していますが、主体論はここ数年で出ていますけれども、正当な注意のところはですね、それほど正面から聞かれていないので、そういった意味で正当な注意はここ見ておいていただくといいかなというところですね。で、平成23年のその後第2問、ここはですね、リスクアプローチがドカンと出ていますので、まあ、ここはね、二重丸ということで、まあ、余力があればというよりは、絶対見ておいていただきたいと思います。
そして下に行きまして、平成25年第2問、ここは不正の大問が出た年なんですね。平成25年第2問はですね、不正が、1問そのまま全部不正に関する問題なので、これもですね、見ておいていただきたいという意味で20丸です。でその後飛びまして平成27年ですね、27年の第2問では、実施論のところで会計上の見積もりが出ています。会計上の見積もりも先ほど冒頭で申しましたが、これ試験員の先生が著書で、ね、書かれている、論文で書かれている部分がありますので、やはり会計上の見積もり、環境540が改定になったことも含めて、重要性高いかなと思いますので、第2問、この会計上の見積もりのところを中心に見ていただきたいと思います。平成28年の第1問はやはりリスクアプローチなんです。ここもリスクアプローチということで二重丸にしていますし、あとですね、内部統制の不備なんていうのもここで合わせて出ています。内部統制に関してはいろんなところで、ね、聞かれてるかもしれないですが、今年担当で1問も出なかったんですね。で担当で1問も出ないっていうのは個人的には相当怪しい論文で出るんじゃないかなっていうふうに思う一つの要素ですね。というのは内部統制のに関して実務上重要じゃなくなってるなんていうことは一つもなくてですね、内部統制は依然として今までと同じく重要な話なんですね。それが担当で急にですね今年消えてしまったと。今までもう10回以上ずっと連続で内部統制出てるにもかかわらず担当で1問も出ない、出るときは担当で2問出ますけれども1問も出てないというところから、なんか内部統制臭いなというのはありますので、やはりここね二重丸なのにしておきましたので、まあ内部統制も含めて見ておいていただきたいと思います。で、その後ですね、平成30年リスクアプローチですよ。こうやって見るとリスクアプローチ相当出てますでしょ、ね。ですのでリスクアプローチはこれ何度出てもおかしくないですから、リスクアプローチね、ましてや、令和2年の監査基準改定でリスクアプローチがまた変わっていますからね、そういったことも含めてリスクアプローチっていうのは出る可能性は高いかなと思います。平成30年第2問の丸、これはですね、不正、特に在庫関連のね、事例問題が出ていますので、ここもまあ余力があれば見ておいていただきたいなというところですね。で、あと令和元年の第2問の事例問題、ここはですね、やはり不正のところと監査手続きが聞かれていますので、令和元年第2問も余力があれば丸ということで見ておいていただきたい。そして令和2年の第2問も会計上の見積もりなんての出てますので、ここもですね、見て余力があれば見ていただきたいという意味で丸にしています。はい、で次ロングレ答練に行きます。でロングレ答練はですね、レジュメの4ページ目ですが、これはまあ正直手前味噌ですけど、どの問題も相当いい問題ですので、余力があればね全部やっていただきたいのは本音なんですよ。で、全部やるっていう、どうやるかっていうところもありますけれども、まあ、もちろん時間があってね書いていくのが一番いいですが、書く余裕がなければ結論だけでもね、各問題しっかりと見ておいていただく、これだけでも全然違いますから、まあ余力のある方はすべての問題、結論ね、問題と回答の、特に結論部分はしっかりと押さえていただきたいとは思います。ただ、まあ、予想会ですので、その中でも特に、出題可能性高いと思われるところについて、お伝えしたいと思います。第2回のですね第2問、ここは、短文式監査報告書の長所とその他の記載内容、ね、この部分についてはしっかり見といていただきたいですね。今回の試験員の先生方は、先ほどね会計上の見積もりとか、まあ、内部監査とか、そういったところも専門、会計上の見積もり内部監査ありますけれども、報告論についてもかなり、論文が多いんですね。ですから報告論が出る可能性っていうのも否定できないので、その意味で短文式監査報告書の長所、そしてその他の記載内容はトピックですので、これは押さえておいていただきたいと思いますね。その他の記載内容はご存知の通り、監査基準令和2年の改定によって、試験範囲に入ってますし、実務上もその他の記載内容はこの2022年3月期の決算から実務上も適用されています。ですからその他の記載内容は正直ね、カムが去年出たように、カムも去年から実務上適用されています、ね、その他の記載内容も今年から実務上適用されているので、その意味ではその他の記載内容の出題可能性は結構あるんじゃないかなと思いますが、噛むほどの
その他の記載内容、ボリュームはないですからね。そういった意味で、当連でしっかり押さえていただければ十分かなと思いますね。一方で、先ほどから言っているリスクアプローチ、この固有リスクと統制リスクを分けて評価することが原則になった。これはですね、実は2023年の3月決算、つまり来年の3月決算から原則適用なんですね。ですから、固有リスクと統制リスクを分けて評価するところは、まだ実務上、原則適用はされていないので、そういった意味でリスクアプローチのどの部分が聞かれるかっていうことに関しますと、まあ、固有リスク、統制リスクを分けて評価するっていうところじゃなくてね、もっとリスクアプローチの根本的な、そもそもリスクアプローチって何なのかとかね、リスクに絡めたリスク評価、そういったところを聞かれる可能性もありますが、このその他の記載内容はすでに実務上適用されているということで、まあ、ここも重要ですね。で、次、第3回の第2問。ここはリスクアプローチをね、ドーンと出しています。まあ、固有リスクと統制リスクの分離評価も含めて出していますので、ここもね、見ていただきたいですし、第4問、第4回第1問、ここは内部統制報告制度ですね。これは担当に全く出てないというところから、内部統制、しっかり押さえておいていただきたいですね。で、ご存知の通り、内部統制に関しては、参照できる基準が1個もあり、まあ、1個もというのは大げさですけども、内部統制基準は参照できませんからね。そういった意味で、覚えてないとできないというところもありますから、第4回第1問は丸ということに、しております。なので、ちょっとね、ごめんなさい、前後しちゃいますけども、このロングレ答練のこの丸印とか二重丸は、ちょっとね、この先ほどの過去問の丸とか二重丸よりも、ちょっと、レベル感は、高いと思ってください。つまり、ロングレ答練の丸っていうのは、まあ、余力があれば見ておいていただきたいというよりは、まあ、余力があんまりなくてもですね、ロングレ答練の丸に関しては、できればね、見ておいていただきたいし、ロングレ答練の二重丸っていうのはもう絶対見ておいていただきたい。そういうね、位置づけだと思ってください。では、次に、第5回目、6回目、5回目ですね。5回目の第2問。ここはですね、実施論でテストカウントとか立ち合いを出しています。テストカウント立ち合い、この固定資産、あ、ごめんなさい、棚卸資産に関する論点ね。これは、環境501にも該当しますけれども、ここなんかはね、ちょっと最近出てないので、棚卸さんに関する監査手続きも怪しいなという意味で丸にしています。第6回第1問、ここは会計上の見積もりですよね。会計上の見積もりしっかり押さえておいてください。第6回第2問は、ここはね、カムですね。監査上の主要な検討事項、に関して、去年の論文で出てないところを出していますので、監査上の主要な検討事項も、今回ね、全く出ないというわけではないと思いますので、ここもね、見といていただきたい。というのは、試験員の先生の一人が、カムについてですね、事例分析してるんですよ。ですから、去年カムが出たからといって、今年出ないっていうふうには言い切れないのでね、第6回の第2問のカムの部分、しっかり見といていただきたいと思います。そして第7回は、第1問で、これはね、品管丸ってしましたが、他のところよりもこの品質管理ですね、品質管理のところ、審査とか監査事務所のローテーションの話で、品質管理基準改定されていて、改定されている基準は出ないというふうに明確に CPAOB の方で言ってます。会計士監査審査会で出ないと、ね、新しい品質管理基準は出ないと言ってますが、品質管理基準の本質的な内容っていうのは変わってませんから、まあ、古い内容でね、品質管理が出る可能性はある。まあ、古い内容っていうのは当然講義とか当連でやってる内容のまま出る可能性はあると思いますし、監査事務所のローテーションの話もですね、試験員の先生で、論文で書かれてる方いらっしゃいますので、そういった意味でね、ここの品質管理のところは見といていただきたいというふうに思います。はい。で、第2問は、まあ、不正とかね、内部統制の話ですから、第7回の第2問も見ておいていただきたいですね。で、第8回の第1問は、これはね、内部統制報告制度の、まあ、応用論点ですので、ここなんかはね、まあ、出てしまうと、当連やってないと書けないと思いますので、第8回の第1問はしっかり覚えておいていただきたいと思います。そして、第9回の第1問。これはね、めちゃくちゃ良問なんですよ。継続企業とその他の記載内容を合わせて出題しているというね、これはもうぜひ、第1問、第9回第1問もしっかりとね、押さえておいていただきたいと思います。
そして第10回第1問、まあ、ここはですね、内部監査人の問題が出ているんです。で、内部監査人は、どの試験員の先生も結構論文で書かれているので、内部監査人のところね、ちょっと勉強しにくいところでありますけれども、この第10回第1問でやっといていただきたいと思います。はい、で、公開模試第1問、これ、すごい基本的なの出しましたけれども、大丈夫ですかね、この財務諸表監査の必要性ね、意外と書けない。と思います。あと、正当な注意とかね。この辺もしっかり見といていただきたいですし、その他の記載内容も出していますので、見といていただきたい。第2問は、これはね、いろんな監査手続きを出していますので、ここなんかはね、本番の事例問題対策になるかなと思いますので、ここもね、見といていただきたい。しっかり押さえていただきたいと思います。はい。そして、基準ですね。基準、換気法のところで何が重要かっていうのを、その次のレジュメの6ページ目に出しています。特にですね、換気法200の20までね、この辺なんかはもう毎回出てますし、240の不正のところ、そして、200、ごめんなさい、540の会計上の見積もりの監査、これも改正されています。あとは、610内部監査人、ここは試験員の得意とする部分です。で、700の、意見形成とか、705の除外事項、ここは報告論のところで、これも試験員の先生が得意とするところですので、まあ、この、ね、二重丸をつけたところは、ね、最初から最後まで、ね、1回時間を取って、電車の中でもいいですから読んでいただきたいなというのが正直なところですね。で、丸をつけたところは二重丸ほどじゃないですけれども、試験で何らかの形で参照することになる可能性が高いと思って丸をつけていますので、この一重の、ね、二重じゃない普通の丸のところは、まあ、余力があれば、最初から最後まで読んでいただくといいかなと思いますが、二重丸のところは特にね、重要です。はい。そしてですね、まあ、ごめんなさい、720なんかその他の記載内容、まあ、ここは丸にしてますけれどもね、そんな基準長くないので、ここも余力があれば読んでいただきたいと。で、次のページで、監査基準の改訂全文、これはですね、本試験で参照できませんから、戻りますが、この上の換気法はご存知の通り、本試験で参照できますんでね、まあ、最初から最後まで読んで、どこに何が書いてあるかってことが頭に入っていれば、あ、大体あの辺に書いてあったっていうことで、本番参照できると思いますが、この監査基準の改訂全文、7ページ目、レジュメの7ページ目、これは一切参照できませんので、特に平成14年、これがめちゃくちゃ大事です。いまだに大事ですので、平成14年は、ここはもう絶対読んどいてください。で、平成17年丸、これもね、余力があれば読んでいただきたいのと、あと平成30年、令和2年、この辺も余力があれば読んどいていただきたいですね。まあ、平成14年は絶対に読んでください。はい。そして最後に、まあ、大問形式、ここはね、もう後で、皆さんご自身で読んどいていただきたいんですけども、ざっと言いますと、第1問は理論問題が今までは多かった。第2問、事例問題が多くて、第1問、学者の先生作ってるんじゃないか、第2問、実務家が作ってるんじゃないかと思ってましたが、去年なんか見ると、第1問、事例問題でしたんでね、まあ、事例が2問ってこともありますので、ここは先入観を持たずに、とにかくどんな問題が来ても、びっくりしないでね、やっていただきたいと思います。ただ、皆さんね、意識しておいていただきたいのは、試験で点差がつくのは事例問題じゃないんですよ。ね、皆さんの答案見てみると、圧倒的に理論問題で試験の点数の差が開いています。なので、実は理論問題が皆さんできないということを、ね、念頭に置いていただいて、理論問題、しっかりと基本的な論点を押さえておいていただきたいと思います。はい、で、回答上のポイントでね、ここまあ問われていることに答えるとかですね、すべての問題見た上で解けそうな問題から解くとかね、時間配分大切です。難しそうに見えても、知ってる内容から回答できることが多いです。ね、換気法を参照した場合は、必要ない部分までは書き写さないようにと。で、あと回答形式、論述なのか、箇条書きなのか、注意すると。で、特に大事なのが、白紙は絶対避けてください。これね、白紙だと0点のものは0点になっちゃいますからね。あとは、嘘も書かない、ね。ということに注意してください。なので、その下空いてるところにですね、あと、長く書く必要はないってことだけメモしておいてください。答案が、例えばね、回答5行あったとして、別に5行埋める必要全くないんでね、1行か2行書けば十分ですので、長く書く必要はないということも押さえておいていただきたいと思います。はい。で、あと、まあ、時間配分はね、なので、このぐらいのもんなんですよ。論述にかけるのは、第1問、第2問とも30分ぐらいでね、個人的には十分だと思ってます。というのは、5行あっても1、2行埋まればね、正直合格点来るレベルになることが多いので、そういった意味で答案構成に、ね、ある程度時間をかけていただくのがいいかなということで、まあ、こういった時間配分を書いています。はい。まあ、その他のところはね、読んどいていただければと思います。
はい、ちょっとね、時間の関係で、先、早足になってしまいましたが、監査論の出題予想はこれで終わりにしたいと思いますので、最後ね、一言だけ、リスクアプローチ、不正、継続企業、その他の記載内容、そして内部統制ですね。で、まあ、会計上の見積もり、内部監査、報告論、まあ、こういったところをね、しっかりと押さえておいていただきたいと思います。はい、それでは、監査の終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。はい。草加先生、ありがとうございましありがとうごた。ざいましありた。がとうございます。では次、飯田先生ですね。マイクと、カメラをオンにしていただいてよろしいですかね。あと、遅れてきた方ですね。今、チャットの方に本日のレジュメを貼りました。先ほどと全く同じものです。遅れてきた方用に、レジュメの URL 貼りましたんで、ダウンロードの方お願いします。じゃあ、飯田先生、よろしくお願いします。はい。皆さん、こんにちは。あと、草加先生、どうもお疲れ様でございました。はい。租税法のパートを担当させていただきます、レック専任講師、飯田でございます。よろしくお願いいたします。まずはですね、皆さん、公開模試の方ですね、お疲れ様でございました。ちょっと租税法についてはですね、一部ちょっとちゃんとしてないところがございまして、大変失礼いたしました。会計仕方とかのですね、アナウンスの方をですね、ちょっと、注意深く、見ていただければと思います。はい。ですね、ということでですね、いよいよ直前期でペースもね、皆さん上げてきてる状態だと思います。ただできることもね、だんだん、限られてきていますので、まあ、不安な気持ちもですね、ちょっとね、お持ちの方も多いかもしれませんね。ただまあ、試験会場でできることというのは、まあ、グレートであったり、公開模試だったりとかと同じこと。ですね。できる問題を要領よく解いていくということですので、まあ、租税法、まあ、特にそういう科目で、ございます。ですので、まあ、山手云々っていうところもあるんですけれども、まあ、皆さん、個人個人がですね、問題を予想してみてですね、回答へのアプローチ、ルート作りを想像してみるっていうのもね、良いことかもしれませんので、ぜひこの時間を使って、そういうお時間に使っていただければと思います。はい。でですね、説明の方はですね、パワーポイントを作ってきましたので、どうでしょう、皆さん見ることができますかね。ごめんなさい。見えてます。大はい。丈夫ですよ。じ見えゃあ、てちょっまとす。スライドショー最初からにしてみますね。はい。失礼しました。はい。でですね、本日はですね、まあ、租税法に関しては試験委員ってあんまりですね、関係ないというかですね、租税法律主義でですね、フォーマットも決まった試験なので、特に、まあ、試験対策というのは必要はないんですけれども、まあ、一応もうちょっと話したことがないので、まあ、ちゃんとちょっと簡単に触れていきたいというところですかね。はい。で、あとはですね、まあ、直前なので、ちょっと理論中心で見ていきたいと思います。もう一回、イベントがね、論点洗い出しというのがありますので、そこのところで計算をちょっと主に置きたいかなと思っております。で、最後にですね、ズバリ予想ということで、いい中予想を立てたところをですね、お話ししたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。で、試験委員のお話なんですけれども、はい、ですね、3ページのところですかね。ですね、今回の試験委員は学者先生が5名で、実務家が5名という構成ですね。で、学者の先生はですね、もう皆さん有名な先生で、まあ、皆さんが実務にね、合格されて実務になった時にもね、ちょくちょく研修とかでお会いする先生。会計士だけでなく、税理士の講習でもですね、研修でもちょっと名前が出てくるような先生ですね。はい。ですので、まあ、年数が長い、まあ、安倍先生とかが取りまとめの役割をなさっていらっしゃるのかなというふうに想像はしています。ただ、まあ、学位はね、法学の先生ですので、計算でちょっとね、作文するご担当ではないのかな、理論かなというふうに、やはりね、想像しております。それはね、さっきの、監査論の草加先生のおっしゃってた、ちょっとね、まあ、ただ、そうとは限らないというところもあるかもしれませんね。うん。ただね、実務家の方、ちょっと今回入れ替わりがありまして、で、西尾先生、佐藤先生留任で、石黒先生、神林先生、鶴田先生が新任という形になっておりますかね。まあ、経歴見てみると、やっぱりちょっとね、取りまとめの先生は西尾先生、佐藤先生かなと想像しますね。で、新しい先生はもう油が乗り切った。
もう先生方ですので、特に鶴田先生はですね、税理士試験で所得税のね、試験3年、あ、4年か。で、通常だったら2年とか3年で終わることが多いのに、異例の4年を務められてた先生ということでした。で、公開模試の話ですね。まあ、皆さん受けているという前提で言うと、所得税の試験回答解説見ていただくと、実は、税理試験をモチーフに使ったというのは、この鶴田先生のちょっとお話、ね、ちょっとね、というところで。ですから、書きぶりもね、いろいろ本試験だとね、前提条件がこれ書いてないんじゃないかなと、足りないんじゃないかと思うところもあるかもしれませんけれども、まあ、実際そういう問題もね、出るかもしれませんのでね、ちょっとね、まあ、そういうところを意識していたというところですね、見ていただければと思います。まあ、それぞれ先生ね、ひょっとしたらね、まあ、税法一つ一つ、三つの税法、それぞれやってらっしゃるのかもしれませんけどね。まあ、とりあえず、まあ、特に意識する必要はね、ございません。試験委員によってね、こういう問題、得意な問題というよりは平均的、基本的な問題出してきますので、あまり意識しなくても構いませんけども、まあ、こういう、ね、先生方で作文された、試験が、令和4年、ね、相まみれるという形になります。はい。で、直前ということですので、まあ、ご自身でですね、理論のまとめているようなものがあればね、それを利用していただきたいんですけれども、まあ、またちょっとね、そういうものご用意でない、あるいはですね、ちょっとね、人のものも見てみたいということなら、ちょっとね、ご参照いただければと思います。はい。で、ABC のランクに分けました。で、A というのは困った時に立ち戻る条文はこれということで、法人所得消費の中の通則規定ですね。これをまとめてたもの、まとめたものというリスト化したものになっております。で、さらにと、B ランクのもの、これは重要規定ということですね。これは本当重要なもの、しっかり、問われるので、しっかり書こうというものですね。で、一応 A ランクのものが法人ね、3問ありますので、B ランクの7問合わせて10項目。はい、所得税についても A ランクのもの4項目並べてますので、ここの B ランク合わせて6項目。消費は A が6、5問から、で、合わせて11項目。大体、各税法で10項目前後になるところで、ちょっと揃えておきました。ですので、この分野については、理想的な答案を書けてもらいたいけれども、時として現実に対応した答案を書いてもらいたい。まあ、すなわち、まあ、テキストとか条文レベルで書いてください。書けるような精度が欲しいねっていうのは A ランクとかね。そういう問題。ただ、3行しか、3行4行しかない問題なんだから、全部書くということもできないわけですよね。ですから、端的に要点を、きちんと書く。というね、現実に対応したのものを作ってもらいたい。ただ、そういうレベルというのはきちんとした理解が前提となりますね、というところですね。はい。で、あとはですね、C ランクの問題はラフに押さえてもいいんじゃないかな、というところですね。制度の概要をしっかり答えていただければ結構です、というところで、まあ、条文番号の検索ですかね。これはちょっとね、まあ、リストでちょっとチェックしてくださいというもの。あとはね、意義の定義というところになります。はい。で、ここね、ざっと並べましたが、まあ、ちょっと条文滅出題実績予想とね、対応するグレートという形。まあ、先ほどのね、監査論の草加先生と同じようなね、ちょっと項目ですけど、ちょっと表示の仕方が違いますので、その点ご容赦くださいませ。で、どんどんいっちゃいますので、ちょっとね、頑張ってついてきていただければと思います。はい。まずですね、法人税の益金家計からいきますと、はい、A ランクの益金の額22条第2項。これは過去問の実績見ればずらーっと出てきております。ただ、頻繁に出題されてはいるんですけれども、令和3年、前年では出題がありませんでした。まあ、であるとしても、ここの黒の太印見てください。無償、無償、贈与、贈与、定額、譲渡、贈与、定額、無償、定額、譲渡ですので、やはり収益の額、税法上の特徴である無償であったり、定額、譲渡をマークしていただきたいということになります。対応するグレートはこんなところ。はい。で、一方、損金の額、22条第3項。1号原価の額、2号費用の額、3号損失の額でございますが、これ、1号が多い
感じですかね。まあ、2号でですね、債務確定主義と書かせるかっていうことはあんまり会計士の試験ではないと。まあ、通達とかね、法令以外の法規範について言及しなきゃいけないというところもありますので、ちょっと控えめというところになります。したがってですね、まあ、典型的な書きぶりパターンとしてはこちら。まあ、無償だとかね、定額譲渡で A はまず自家譲渡だと益金の額を22条第2項でね、その他で書いていく。で、これに対する収益減価対応で減価の額を書いていく。で、定額とかね、無償だったら、時価と対価の差額があるわけですね。その他ね、差額が、実質的に経済、ね、役員給与である経済的利益だったら、34条第4項、ね、役員給与として取り扱ってください。で、そうでなければ、給与関係でなければ、まあ、37条第8項で定額譲渡、7項寄付金の額ということになりますかね。で、7項、寄付金の意義の規定じゃなくて、寄付金の額の規定というのが通説になっておりますので、ちょっと細かいところ気をつけてください。はい。あと、グループ内譲渡であるならば、はい。譲渡損益調整資産はですね、課税繰り延べというところですね。ですから、3つの条文ですね、22条系と別段の定め組み合わせて書くというところ、これがですね、現実的に端的に書いてくださいと呼ばれるところの A ランクのゆえんというところですね。はい。じゃあ次のページ、どんどん行っちゃいますね。ごめんなさい。はい。で、22条の2、30年改正で、その後未出題です。で、22条書いたときにはですね、これも書くべきかってご質問あるんですけども、回答スペースによる、あるいは聞かれているかってところによります。まあ、もちろんね、これね、特徴的なものですので、直接そこのところ聞いてくるところもあると思います。まあ、4と5とかね、聞いてくるでしょう。エンド体が聞いてくるでしょう。で、タコさんの申しについても2項3号近接する日とか出てますので、まあ、論点洗い出しのところでも聞いて、まあ、まあ、とりあえずちょっと20枚ぐらいで貼っておきたいところになりますね。はい。あとですね、益金規定としては受取配当と還付金。はい。23条は前年出ました。で、来年、ね、皆さんの受験の翌年、来年も改正控えてますので、ちょっと出しづらいんですけど、まあ、この分野だとみなし配当とか出しやすいかもねというか、話題性ですね。これ実は令和3年3月、11日のですね、まあ、最高裁判決で納税者勝訴が勝った判決があります。これね、今後配当って言って、まあ、資本剰余金と利益剰余金ともに、まあ、原資とする配当ですが、これがね、施行日の計算でちょっとバグみたいなのがありまして、で、ちょっと、ね、令和4年税制改正で入ってる形になります。ですからね、施行令なのでね、直接その文言ど、法令の文言どこという話ではございませんけれども、話題性ということでは触れられる可能性、資本の払い戻しというところであるかもしれませんね、というところです。三角ぐらいかな。はい。あとですね、B ランク、役員給与寄付金の不正行為等にかかる費用。はい。役員給与34条と、まあ、株式報酬のですね、まあ、帰属の特例、帰属事業の特例を合わせてみると、4年連続主催続いてるんですね。まあ、どうでしょう。で、割と、まあ、論点、重要論点も限られてますから、まあ、去年の仮想経理の話だって24人に出てるわけです。となると、役員退職給与、株式報酬、使用人兼務役員となれない役員などをね、過去のもの出てきてもおかしくはないと思います。実際、タコさんの、もし見ても2項くらいか。まあ、役員退職金ちょっと注目してる感じになってますよね。ただ、だから、まあ、ちょっとできてるけど、まあ、ちょっと外さないでね、という感じ。はい。あと、寄付金。はい。これ22条に絡んで、まあ、定額譲渡代をマークする問題です。で、理論と計算、ちょっとね、聞きたいこと違うので、やっぱりね、理論で寄付金というのは、書く準備しといてほしいところ。丸ぐらい。はい。不正行為と。はい。これはですね、ね、草加先生の先ほどの見ながら、やっぱり不正行為って、やっぱ注目する論点ですね、ということで。やっぱ会計士という職業にね、つきたいならば、こういうとこ注目するんじゃないんかな、というところ、55条。あとね、過去に70条というのもありますの、出てますので、まあ、ここら辺もね、55条、覚悟を答えられるようにして、過去か。各項で答えられるようにしてほしいところになります。はい。グレート会計、公開模試でもですね、ちょっといろいろ問題作ってますんでね。はい。あとはグループ法人税制でしょうかね。はい。こちら平成22年制度創設以降ずっと出してきていたんですが、2年間出題がないんです。ですので、やはりちょっと要マークかなというところになります。はい。グレートで。まあ、ここの問題出してますので、復習
とかね、書きぶり、研究したかったらですね、またこちら参照していただければと思います。はい、駆け足ですいません。で、あとはね、ちょっと C ランクなので、まあ基本的には制度が説明できればいいかなと僕的には感じているところですね。はい、組織財政、再編税制はですね、62条と2項を使いながら書いていくという話が多かった。平成29年に出題範囲になって、で、当初はバンバン出てきたんだけど、あんまり出てこなくなったというところですね。で、過去の出題見てみると、まず的確だというところで、あとは専門学校で教えているような典型パターンが出てきていて、まあ、制度の立て付けを聞いているんだな。だから典型的な、まあ、パターンとすれば、まず組織再建の、組織再編成の類型として的確な〇〇だよ、法人税法2条の何々だよに該当する、しない。って書いていただいて、取り扱い。的確だったら僕は引き継ぎ、僕は譲渡、非的確だったら自家譲渡という立て付け。二つの柱で書いていただければ点検パターンのものには対応できるんじゃないかなとは思います。でね、ちょっとね、グレートでね、出しすぎちゃったかな、というところもありますけれども。はい。ただね、まあちょっとここは深入りしないでも、ちょっと点検パターンぐらいはですね、ちょっと回答の準備していただければと思いますね。はい。で、圧縮基調はですね、なんか3年ごとぐらいに出てきているかもしれませんよね。出題サイクル的に見ても、出ても良い感じはしますが、三角印かな。措置法のね、圧縮基調出ませんので、この3つ、まあ他にもあるんですけども、受験的にはここら辺の論点かな、というところになりますね。はい。あと、評価益、評価損。これもね、便学習上でいけば、まあ重要な項目、まあ税法上特徴がある規定ではあるんですが、まあ、前年で理論計算出題しているというところで、ちょっと出しづらい感じはしますが、まあ、だけど、前の年出来が悪ければ、もう一回聞きたいというのが出し手側の感情です。去年出たから出ないというのは受験生側、受ける側の感情なんだと、気持ちだと思うんですね。ただね、出してる方は案外そうは感じてないですよというのが近年の試験、どの、ね、資格ないし、勉強の試験でもそうかなというところではありますね。はい、これ作文者側の気持ちはちょっと違うところにあるというところです。はい。で、あとはですね、繰越決算金。はい。これね、全然出てないんですが、実務で重要な割には今まで出題があまりにも少なすぎると感じております。ただ、出題されてもね、条文長いです。50、70のに現場で条文読んで解決できるとは到底思えませんので、計算の知識を利用続く整理された文章というのを、持っていくっていうか、まあ、頭の中に入れといてくださいっていうことですね。はい。カンニングしろと言ってるわけじゃないですか。持ってってもらって。で、ちょっとヒントになるのは、まあ、レートの問題というところですね。はい。あとは、相続規定はですね、外国法人28年間出題です。まあ、公益法人もね、25年出した令和3年で出してきた。だ出題されるかもしれないけど、埋没論点かなというところですかね。はい。すいません。あとは、これはですね、その他の論点、C 論点ですね、このあたりは計算の知識を援用して、条文番号を頑張って見つけてきてください。というところですかね。はい。まあ一応グレートでこんな問題挙げてはおります。はい。よろしいでしょうかね。では次、所得税いきましょう。はい。こちらもですね、ちょっと時間が限りあるので、与党で読んでおいていただきたいというところになりますが、まあ、通則規定的なところの A ランク。これ、計算と知識でちょっと援用してもらいたいですが、過去で出ているのは収入すべき価格の2、ね、36条回りかなと。反対にここら辺ですね、37とか38、51が出てないのは、ちょっと怪しいところでありますね。ただ、まあ、よく出てるの56条。まあ、ね、去年も出ましたよね。同一政権の賃金の支払いとか。ただね、45条なんかも所得税で特徴的な論件になりますね。家事関連費。あと、家事費の話。あとは、法人税でいうね、55条の部分もね、カバーしてるので、まあ、ちょっと注意してくださいという気持ちあります。あとね、38条はね、そろそろ出てもね、出てもおかしくないかなという印象です。はい。で、所得税の B ランクと C ランク行きましょう。はい。各種所得の金額で、譲渡以外と譲渡って感じかな。で、まあ、各所得の金額ね、の該当性の問題は、これね、法令以外のやっぱ法規範例とかに絡むところもあるので、あと通達か。
ちょっと出しづらいかなというところがありますね。判定の問題はこれ雑誌特区のね、株主優待券とかこういう問題でしたが、まあ、給与所とか、まあ、退職あるいは配当、そこら辺が中心なのかなという感じはしますね。はい。であとね、譲渡関係59条60条はこれ、租税法受験するなら必ず持っていかなくちゃいけない話。で、60条の2の国外転出課税とか、これもみなしのね、譲渡の論点なんですね。そう考えるとずっと出題続いているものなので、まあ、こちらはやっぱりマークしてもらいたい条文になります。はい。あとはね、非課税。ね、これ出てきたときには、9条一応言ってください。で、号数ね、まで書いてほしいところ、1号、5、4号とかね、ありますけどもね。だから一見して何書いてるか分かんないことあるけど、まあ一応、込み出し確認。ね、出てないですけどね。いや、ちょっと、手元の条文紙ね。ただね、9条、これ書かないで書いてくるのもったいないです。ね。ですから、ちょっと書いてください。はい。あとはね、まあ、計算の知識でいいかな。まあ、ちょっと控除とかね、改正されてる部分もあります。はい。あとね、居住者厳選は、書く場所、書いてあるじゃん。条文の場所ぐらいはチェックしておいてくださいね。よろしいでしょうか。案外決まってるところではありますんで。まあ、161条やね、5条の納税義務見てもらいたいね、ところ。もうちょっと PE とかね、そういう話もね、出てるは出てるんですけどね。あとは源泉徴収もね、まあ、給与とか退職皆さん気にしてたから、あ、タッコさんの文字とか気にしてたから、まあ、ここら辺も源泉の上も注意した方がいいかな。あと、非居住者ね、見といてください。はい。あと、消費。で、消費はですね、大きく出題としては2分野あったんですね。まず、課税の対象4条とかですね、2条1個第8号、あるいは、課税3の譲渡とかとするですね、課税の取引、あるいは課税の対象という分野。これがね、28年までは、出題の中心だったように思えます。はい。で、次のページ行くとね、はい。次ね、29年以降どうしたかっていうと、27年にリバースチャージ方式が創設されました。で、それ以後はリバースチャージが3台ぐらい出てて、それに絡んで納税、あ、こっちは23年ですけどね、納税義務の絡んだ話が出てきているので、まあ、ここのね、課税の対象系の話と納税義務の話。で、近年は納税義務の話にちょっと軸足が移ってきたかなというところですかね。まあ、もちろんリバースチャージ方式といったとしてもですね、まあ、納税義務の話だけでなくですね、課税の対象の話がありますが、まあ、それはね、特定課税仕入れという言葉を使って説明していく話だったらですね、5条以降の条文で話をしていけばいいし、ここにたどり着くまでの説明が、を求められてんだったら、課税の対象としてのね、事業者向け電子通信機器の提供、あるいは特定仕入れ、特定資産の譲渡とかそういう話すればいいということだと思います。で、反対にね、反対というわけじゃないけど、次のページ、25ページ。仕入れ税額控除とかは全然出てないんですが、30条の条文そのまま書くもんでもないんですね。長いので、内容を書いていくという形になります。ただね、用語の域が6項にあったりとかね、居住用賃貸建物の条文が入ってきておりますので、ここら辺をマークしといてくださいね、条文。はい。あとはね、簡易課税、あとはね、対価の返還貸し倒れ。ここら辺はですね、計算の知識ね、援用してもらえればと思います。はい。でですね、最後、ごめんなさいね。ズバリ予想ということで、はい。こんな感じで予想を立ててみました。理論としては、法人で5代、組織再編成、株式交換で 100% 化してグループ法人税制、あるいは話題制でみなし配当、あとは、収益の額22条の2、繰越欠損金と、あとね、55条かな、所得税は資産損失の所得費、あるいは、資産の国外移送、居住用賃貸建物、補欠で交換非課税みなし、とかな、はい、あとはね、計算については、まあ、公開模試で扱ったものが中心になるかなと思っておりますので、はい、皆さんも自分なりにちょっと予測していただければと思います。はい、ちょっとお時間ちょっとオーバーして申し訳ございませんでした。皆さんね、最後まで諦めず頑張ってください。はい、ではですね、基本ね、森村先生、よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。先生ありがとうございました。では続きまして、森村先生もですね、企業法になります。よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか。聞こ
こえてます。はい。皆さんこんばんは。それでは、論文直前予想会、企業法を担当いたします森村です。このロングレトーレンの出題論点、これを中心に見ていきます。でもすでにですね、志村先生の ABC と私の ABC が、書いてあると思います。で、志村先生からお預かりしたコメントをですね、まず読み上げていって、ね、なぜこの論点を A としたのか B としたのかっていうお話をしていきます。で、時間があれば私の方の根拠も述べていきます。で、まず志村先生の A、 一つ目は一番志村先生が危ないっていうふうに考えているのがロングレトーレンの7回目ですね。ロングレトーレン7回目、協業取引、協業主義務です。これは私も、やはり A ランクだと思ってます。で、問題集ですと第36問ですね。問題集第36問で、実はこの問題集の第36問というのが、これがもうそのままフルセットでですね、司法試験、平成27年ですけれども司法試験に出てまして、まあ、そういう意味でもこれは、志村先生も私も A ランクとしています。で、協業主義務に関しては平成18年に出題されているんですけども、その取締役のまあ行為規制といいましょうか、なんとか取引、なんとか義務とか言われるものでですね、一番もう長く出てないということで、やはり再出題の可能性は高くなっていると思います。で、まあ、司法試験に出た問題が何年かして、同じ論点が会計士の試験で出るというのは、やはり両方の試験ともに学者の先生が出題されてますので、やはり共通のテーマが出題される可能性は極めて高いというふうに思います。で、あとこの協業主義務と、間違いやすいのがですね、ロングレの6回目の、引き抜きですね、引き抜き行為が忠実義務違反になるか。で、これは忠実義務違反の問題であって、協業取引の問題ではないということで、これでも一見するとですね、まあ、事例の作り方次第なんですけども、どっちとも取れるような、問題を作ることもできますので、で、これも論点間違えちゃうといわゆる論ずれということになりますので、ぜひこれは問題文を読んで、どちらがどの論点かというのは確認していただきたいと思います。で、次、志村先生の、A 論点の2つ目ですね。で、これが、429条、公開模試、今日受けていただきました、公開模試ですね。429条、私は B っていうふうにしてますけれども、やはり出題の可能性はまあ高いですね。423条と429条っていうのは結局取締役の違法行為の後始末ですからね。で、去年423条出題されてますので、まあ、次に出るなら429条かなっていうふうに思います。これはそれぐらいですね。で、今回公開模試では違法配当の関連論点として出題しましたけれども、429条はまあ、いろんな角度からいろんな事例で出せますので、まあ、何が出るかは分からないですけども、最後に、まあ、第三者に損害が発生していた場合には429条を書かなきゃいけないんじゃないかなっていう目で問題文を見ていただきたいと思います。で、志村先生 A の3つ目は権限の異常ですね。で、これは東連で2回出してます。ロングレ東連の第1回の第2問で権限の異常っていうのを出してます。これも私も A だと思います。あと、この第1回は事例問題じゃなかったんですけども、やっぱり事例問題で出した方がいいなと思って、ロングレの第10回でも出題しています。権限の異常ですね。代表取締役の選定、解職です。で、これはさまざまな権限がもちろん取締役会にありますので、典型論点としては代表取締役の選定解職なんですけれども、他のですね、取締役会の権限であっても権限以上の基本的な考え方を押さえておけば、まあ、結局それは取締役会の設置の趣旨ってことになるんですけれども、選定解職以外の権限で取材されても、まあ、対処はできるというふうに思います。で、これはまあ事例式で取材される可能性がやはり高いですので、このロングレ当例の第10回の第1問の出題形式をこれぜひ押さえておいていただきたいと思います。それでここですね、ちょっともしかして時間がなくなっちゃうといけないので、ここでちょっとお話しておきますけども、この、権限の異常なんですけども、権限の異常が、の出方としてはですね、まずその形式的な出題として
形式的な出題形式として定款規定の有効性っていうふうに聞かれることがまあ多いと思うんですね。ですから明文で取締役会の権限とされているものを定款規定で株主総会に持ってくる、その定款規定は有効かと、でそういう聞かれ方をしたら、29条後段、形式的には29条後段の問題としてください。でそうじゃなくて、その取締役会の権限を株主総会の権限で、株主総会の決議で、株主総会の決議で株主総会に持ってくると、そういう決議が有効かっていうふうに聞かれた場合には、これは830条の問題として形式的には問題提起をしてください。そして実質的にどの条文の問題になるかというのは、例えば、その一番まあ取材の可能性が高い代表取締役の選定解職の問題であれば、262条2項3号の問題として書くということですね。そしてあるいはその定款規定というのが、この263条2項3号に規定している取締役会の権限を取締役会から奪って株主総会に持ってくるのではなくて、それは取締役会に置いたまま、株主総会でも選定解職ができるというふうに追加的に株主総会の権限とする、その場合には295条を内容で書くということになります。でこの組み合わせは、その定款規定の仕方によっては29条後段と、262条2項3号はもちろん結びつきますし、そして29条後段と295条2項も結びつくことになります。で830条については、これはまあ法令違反ということで、この262条2項3号と結びつくというふうに思います。まあ、問題の作り方によってはここもなくはないですけどね、830条形式的に書いて、その中で295条2項っていうのを持ってくっていうのは、まあ、なくはないかもしれませんけど、まあ、ちょっと、まあ、考えにくいですね。でこれっていうのは、そのどの論点を試験が聞いているかというので、この条文の適用関係間違えちゃいますと、それで、まあいわゆる論ずれってことになっちゃいますので、ここは慎重に見極めて、答案構成の段階で見極めていただきたいと思います。はい、それでは次、志村先生の B ですね。志村先生の B はロングレ9回目のですね、表権代表取締役です。で表権法理、外観法理というのは、何年かに一度は出てくる、忘れた頃にやってくるっていう論点ですね。でこれは昨年の予備試験で表権代表取締役は問われているので、そういう意味でも要注意だということですね。で志村先生 B の2つ目はロングレの第4回で、新株予約権の問題ですね。新株予約権の問題はロングレの第7回でも出題されています。第7回ですね。で新株予約権はですね、私も危ないなと思ってまして、でこれは新試験員対策として新株予約権はやっとかなきゃいけないなっていう気はいたします。で、新株予約権については、かなり難しい論点いくつもあるんですけどね、でロングレでも2回出してるんですけれども、新株予約権の差し止めというのがやはり一番注意だと思います。今映ってるこの第4回ですね、新株予約権の差し止めということになりますね。で第7回に出題しました新株予約権の行使条件についても、これはこの判例は担当式の会計士の担当式の素材として使われてますし、やはり司法試験でも取り上げられている論点ですので、やっといていただきたいというふうに思います。で B の3つ目はですね、会社法の22条の類推適用、ロングレの5回目ですね。ロングレ答練の5回目あ5回目ごめんなさい5回目ですね、22条1項の類推適用。22条っていうのは相続の事業譲渡ですね。で相続の事業譲渡っていうのが、これも確か、平成27年に司法試験と予備試験両方に出題されているということなので、これはやっぱりやっといた方がいいってことでしょうね。
で、その観点ですと、問題集の第77問、問題集の第77問が、それに相当する問題ですので、これはやっておいた方がいいという判断ですね。はい、志村先生の B は以上です。で、次が、志村先生の C ですね。で、公正な価格の意義というのは、がロングレ討論の8回目に、出題された問題です。で、これはですね、担当式の問題で近似、これ頻繁に出題されています。で、この買取請求権のこの公正な価格というのはですね、まあ、いわゆるあの中利せば価格ってやつですよね。どこでしたっけ。8回の第2問ですよね。この、どこだ ?8 回の第2問ですよね。ここですよね。これが、中利せば価格ですよね。これはね、本当に当てたい論点なんですよ。これで当てたいなと思って、ロングレ討論で取材したとこですね。まあ、そんな主観的なこと言ってもしょうがないんですけども、ぜひ出てほしいなっていう、そういう論点です。はい、で、志村先生、C の2つ目は、423条1項ですね。ロングレ討論3回目ということですけども、これはまあ、去年、本試験で出てるんですけれども、3回目ですね。まあ、これは連続して出ても全然おかしくないとこですのでね。423条は、可能性のあるところだと思います。で、志村先生、C の最後は株式併合です。ロングレ討論第10回目。ロングレ討論の10回目ですね。で、これは平成26年の改正絡みの条文ですね。まあ、もちろん株式は去年も取材されてるんですけども、まあ、2年連続取材されるということは十分あり得ることなので、で、まあ、あと企業結合的な部分も問うことができますので、これは目を通していただきたいと思います。で、あとは平成26年の改正の残りの分野として企業結合の改正点、それも取材される可能性は十分ありますので、例えばロングレ討論の8回目ですよね。8回目あたりのところ。この辺は危ないんじゃないかということですね。はい。で、残りの時間で私の、予想を見ていきますと、まず分野別、どこが出る可能性が高いかということですけども、まあ、期間は毎年ほぼ1問出ますからね。で、じゃあ期間の中からさらに絞るとどこが出るかっていうと、まあ、ずっとここのところ取締役と株主総会が出てましたから、それ以外の部分が出るんじゃないかと。そうすると、まあ、一番可能性高いのは監査役かなっていうことで、監査役について今映っているこの 8-1 ですよね。監査役の監査権限の範囲というのはもういい加減そろそろ出してくれっていうふうにお願いしたいぐらいですよね。で、あとは、平成26年の改正絡みで監査等委員会設置会社について、監査等委員会設置会社について、これはまあ、いろんな出され方する可能性があると思うんですけれども、ロングレ討論で例えば第1回の第2問で出したように、監査等委員である取締役の選任解任というあたりは、出てもおかしくないと思います。で、あと取締役株主総会以外がやはり出る可能性高いんじゃないかというふうに申し上げましたけれども、ただしですね、権限異常の問題については機関全体の理解を問うということで取材の可能性はありますので、ぜひ先ほども、お見せしましたけれども、権限の異常、ロングレの第1回、第10回の問題はやっておいていただきたいと思います。で、あと、取締役が出る場合には、まあ、今お話しましたように、その協業取引ですよね、協業取引がやっぱり一番危ないかなっていう感じはいたします。まあ、単に長い間出てないっていうだけなんですけどね。で、次に危ない分野として、設立がもういい加減出てないですよね。2010年に出て、2015年に出て、その後ずっと出てないですから、そうすると設立のところで何が一番出やすいかっていうと、まあ、設立中の会社っていうのが、これ出たら一番書きにくい論点ですのでね。ですから、この発起人の権限、なんかずれちゃってますね。発起人の権限
を、これはやっておいた方がいいと思います。で、計算、次に取材の可能性の高い分野としては計算ですよね。計算もここのところずっと出てないです。と、計算は、ロングレ東連の第4回で違法配当に絡む問題として取材しています。で、この違法配当に関する問題というのは429条との組み合わせが作りやすい問題ですので、それと一緒に押さえていただきたいと思います。で、次の分野としては資金調達で、資金調達で出るのであれば、新株予約権がやはり危ないんじゃないかと、これは新資金引退策ですね。で、東連の第4回で、今この映ってる新株予約権の差し止めあたりは危ないんじゃないかと思います。で、最後に親子会社というのが、これもある新資金委の先生が、まあ、お好きなところですので、東連で言えば5回目ですね。で、親子会社に関してはいろんな出され方あると思いますので、この、東連の第5回の1回、第1問だけではなくて、第71問ですね。第71問。理論問題集の第71問のこの親子会社の問題は見ておいていただきたいと思います。はい、ということで、持ち時間終了となりましたので、企業法はこれで終わりたいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。はい、森村先生お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、それではですね、二宮先生マイクと、カメラオンにしてもらっていいですかね。それでは予想会の管理会計と経営学の方ですね、始めていきたいなと思います。担当は二宮です。よろしくお願いします。はい。すみません、先ほど通信環境のせいで申し訳ございませんでした。ちょっと改めて始めていきたいなと思いますけども、ちょっと管理会計と経営学続けてやらせていただきますので、お手元にちょっとレジュメの方をご用意いただきまして、こちらの管理会計の方からまずね、ちょっとご用意いただければなと思います。はい。で、まあ、ちょっと管理会計、先ほどもご案内させていただいたんですけど、まあ、正直あまりね、その、当たったからといってできるかどうかっていうのは別の科目にはなってくるのかなと思いますんで、まあ、計算についてはね、基本的には網羅的にやっていただきたいと。まあ、論点の穴のなくね、一通りの計算の対策っていうのは進めていただいて、まあ、総合問題だとね、どうしても一問解けないことによって連鎖的に間違いが出てしまう可能性があるので、穴をなくね、対策を取るっていうことを重視しながら、まあ、計算についてはテキストの説例レベルっていうのは全部抑えるってことを心がけてください。で、一方の理論についてはね、これから先、ある程度その勉強していく中で、その論点の強弱をつけたいっていうニーズもあるのかなと思いますので、まあ、今回の予想会の資料なんかを活用しながら、まあ、どこを中心にやっていけばいいのかっていうのを確認した上でね、勉強を進めていただくっていうのは時間のない方にとっては効率的なやり方になってくるかと思いますので、ちょっとそういうね、使い方をしていただければなと思います。で、そうで、まあ、予想会っていうのはどちらかというと計算というよりもね、理論的な話が増えてくるかと思いますんでね、そこはね、ちょっと初めにご了承ください。はい。で、まず管理会計のところで見ていきますけど、まあ、この非目別計算というところからね、順次見ていきたいなと思います。で、まあ、非目別計算についてはね、結構予備校の東連とかですとね、難しい問題とかを皆さん解かれているのかなと思うんですけども、まあ、実際に本試験でそういう非目別計算のがっつりしたね、一問とこに40分とか50分かかるような問題が出てるかっていうと、まあ、あまりそういったものっていうのは出てないんですよ。で、最後にちょっと重ためのものが出たのが、この平成25年の試験という形になりますので、それ以降の28年とか令和1年とかでも出てはいるんですけれども、まあ、これ自体はその個別原価計算との絡みで、その製造差し押し別に原価集計なんかを行っていく中で、直接労務費の計算をやっていくなんか、そういったところが問われていくだけなんでね、あまりそのいわゆる非目別計算の難しい問題が問われているわけではありませんので、その点はね、あまり心配されなくてもいいのかなとは思います。で、一方でね、その個別原価計算が出てくるときには、非目別の理論とかもね、割とセットで出てきやすいっていうところが、まあ、ありますんでね、非目別計算は典型的な理論も多いですし、初めにね、皆さんが勉強される論点ってこともありますから、まあ、典型度の高いものがね、多く用意されていますんで、まあ、このあたりはね、正確に吐き出せるように、今からしっかり対策は取ってもらいたいなっていうふうには思います。まあ、例えば材料費のね、計算で予定価格を使った計算とか、
まあ、製造間接費の予定配布、まあ、どういう利点があるのか、まあ、そういったところはもう合格者の真ん中より上ぐらいの、ね、層の人たちっていうのは正確に回答してくることになりますんでね、その辺のところで変に差がつけられないように準備をしておくっていうのはね、必要最低限の作業としては行っていただきたいかなっていうふうには思います。はい、で次に部門別計算ですね。まあ、こちらはもう品質分野ってことになりまして、部門別計算単体で総合問題丸々1問出てくることもありますし、まあ、その個別原価計算の前提として部門別計算を行わせるっていう問題もありますし、まあ、様々出し方に工夫の、ね、余地がある分野ではありますんでね、これから先もあまり見たことないような形式の問題っていうのが出てくる可能性が十分に考えられると。で、まあ、計算自体はね、ただ割とその地に足がついているといいますか、まあ、そんなに現場で応用力を試すような内容っていうのを出すことはちょっと難しいのかなとは思いますんでね、基本は予備校の統連で出されたようなものっていうところをね、対策としてきっちりやっといていただければ、まあ、計算対策っていうところでは大丈夫かなとは思います。で、一方で理論対策についてはね、結構統連とかでもよく出してはいるんですけども、補助部門費の配布絡みの理論っていうのは結構苦手意識持たれている方も多くて、その正確に記述できる方とできない方とでかなり差があるイメージがありますので、しっかりとこの辺の、ね、典型度が高い部分については、やはりね、非目別計算の時と同様に覚えていただきたいなとは思いますね。まあ、その補助部門費を実際配布するとか、まあ、単一基準で配布することの問題点なんかはね、この辺書けないとね、大きな失点につながることになりますんで、まあ、必ず正確に記述できるように、まあ、今から準備をしていただきたいなとは思います。はい、まあ割と近いところでね、補助部門費の配布絡みの計算と理論っていうのががっつり問われてはいるんで、まあ総合問題丸々1問っていう可能性はね、そう高くはないのかなとは正直、まあ、思うんですけども、ただまあこのあたりはね、なかなか予想が難しいところではありますんでね、まあ、しっかりとね、備えておくっていうのは必要かなと思います。はい、で、次のところの個別原価計算ですね、まあこれはまあ今年ね、ちょっと出るんじゃないかなとは、まあ、思っているところではあるんですけども、まあ、その絡みでね、非目別とか部門別のね、最低限典型的な理論っていうのは、抑えていただきたいっていう話ではあるんですが、まあ、個別原価計算自体はね、そんなに手続きとして難しいものが要求されることはね、まあ、少ないというところではありますんで、まあ、大丈夫かとは思うんですけども、まあ問題によってはね、そういった単に完成品の原価とか仕掛かり品の原価が問われるだけではなく、まあ、仕掛かり品勘定の作成とかもね、問われる可能性があるので、ある程度このあたりの分野っていうのは、勘定記入系の問題っていうのも事前に解いておいていただきたいなとは思いますね。担当の問題集なんかにはね、そういった問題も掲載がありますんでね、まあ、本試験までにちょっと見直しをするっていう作業は進めておいてください。あと、ちょっとここ前のところでね、言い忘れていたんですけど、原価計算の分野っていうのを勉強していく中でね、ある程度原価計算基準っていうのも目を通しておいた方が望ましいですね。実際に論文の本試験で原価計算基準の中身っていうのが直接的に出題された実績っていうのもね、過去何度もありますんでね。で、また他校の模試なんかでね、原価計算基準からの出題っていうところもありましたんで、ある程度対策を取ってくる受験生っていうのが、まあ、多いのかなと思いますんでね、細かく見ていく必要性はないんですけども、まあ、本試験1週間ぐらい前からですね、まあ、原価計算基準の中身っていうのを原文読んでおくっていう作業はちょっと進めていただければなとは思います。まあ、それでね、数点拾えるチャンスっていうのが生まれるわけですからね、まあ、そこの作業っていうのはね、ちょっとそんなに時間のかからない話かなとは思いますんでね、ぜひやってみてください。まあ、特に5月担当ね、直近で受けられた方なんかは、特段やらなくてもまだ記憶に残ってるかとは思うんですけど、まあ、可燃度の受験生の方なんかはね、まあ、ちょっと原価計算基準から離れてしまっているのかなと思いますので、ぜひね、原文に当たるっていう作業は進めておいてください。はい、で次、製造間接費会計ですね。ここはもう計算ではね、おなじみのところですね。製造間接費の配布債の内訳分析をするなんていうのはね、よく出てくるところになりますから、ここはもう当然できない方はいらっしゃらないかと思うんですけど、意外とね、この実作法変動予算っていうのを切ってしまっている方がね、いるかと思うんですけど、ここまあ出題の実績っていうのもほぼないところではあるんですが、ただ実作法変動予算のね、基本的な計算ぐらいはやっぱりね、対策は取ってもらいたいんで、忘れてる方なんかはね、入門のテキストを引っ張り出してもらって、テキストの説例ぐらいはね、計算できるようにするっていうことはね、ぜひ本試験までの課題としてクリアしておいてもらえればなとは思います。これもそんなにね、時間はかからないと思いますんでね、食わずぐらいしてるだけかと思いますから、
まあ、やり方をね、ぜひ確認してみてください。あと、まあ、製造間接費絡みのね、理論っていうのは必ず押さえておかなければいけませんので、まあ、固定予算の問題点とかですね、その辺の典型的な理論っていうのはね、よく見直しをしておいてください。はい。で、次の総合原価計算。ここはまあ、さまざまなね、分野を含んでいるものになってくるわけですけども、まあ、特にこの中でもね、連算品の計算っていうのはよく目を通しておいてもらいたいなとは思います。まあ、連算品の計算がね、編みかけ分野、論文の試験において、まあ、重点的に出題しますよっていうふうな項目として含まれるようになったのは結構最近ですんでね。一昔前っていうのは連算品の計算は基本担当論点みたいな形だったんですけども、まあ、以前、数年前からね、その論文の試験としても重点的に出される可能性があるというところでね、まあ、今後の試験では出題の頻度が上がってくると予想されますから、まあ、ぜひね、その計算の対策、特にね、重視しながら確認の方を進めてもらえればなと思います。で、もうこの総合原価計算ではね、模試とかでも出していますけど、製品別計算のね、方法を変更するっていうのが、まあ、ここ最近の試験だとね、あまり出ていないと。ところになりますんで、まあ、個別原価計算から区域別に切り替えるとか、区域別から等級別に切り替えるとかですね、その他の製品別計算の方法の変更、そのまあ計算の手続きと、あとまあそれに関するですね、まあ、理論の部分っていうのをしっかりと押さえておく、各製品別計算の方法の違いですね、まあ、これはちゃんと論点として整理しておくっていう作業はね、講義の中でも申し上げているんですけど、まあ、必ず行ってもらえればなとは思います。はい。ここはね、そういうちょっと典型度が高い出し方ですね、出てきたときにできないと大きく差をつけられる可能性がありますからね、ちょっと理論で不安を覚えている方なんかはね、重点的に見直ししてもらえればなと思います。はい。で、次の標準原価計算ですね、標準原価計算。これも言わずと知れたね、ほぼ毎年出されるところとなりますんで、まあ、今年の試験でも基本的に出る可能性が高いと、まあ、考えられるところとなりますので、まあ、しっかり対策を取ってもらいたいところとなります。もう何が出てきてもおかしくないですね、ここについては。まあ、標準原価カードの作成から、まあ、仕掛かり品勘定の作成、でまあ、原価債の分析についてもさまざまね、計算パターンっていうのがございますので、まあ、このあたりの論点整理っていうのを必ず行ってください。で、意外とね、この標準原価計算苦手な方っていうのは、まあ、その根本的なその計算の考え方っていうのが身についていない可能性があるんでね、その方なんかは対策として問題集やる以前のところでテキストを通読するっていうのは割と学習の効果の高いものになってくるんでね、まあ、その入門期に使っていたテキストも長らく見ていないかもしれませんけど、標準原価計算の章を改めてね、一から読んでいただくと、これまでさまざまな計算問題をね、皆さん目にしてきていますから、まあ、それに紐付けながらですね、まあ、計算の考え方っていうのを改めて整理することができるのかなと思いますので、ぜひそのテキストの通読っていう作業をですね、苦手意識持たれている方なんかやっていただくと、まあ、論点整理に使えていいのかなと思いますので、まあ、ぜひね、ちょっと騙されたと思って、それは作業としてやってみてください。はい。で、次の7番の直接原価計算と、まあ、短期利益計画のための管理会計ということになりますけど、まあ、ここに関しては、まあ、直接原価計算単体で出るっていうのは、あまり可能性として正直高くはなくて、まあ、短期利益計画の策定以前のところで直接原価計算形式の何かが問われるっていうような形になるかと思いますんでね。まあ、基本的にはね、直接原価計算の対策っていうのをやっておく必要性っていうのはあまりないのかなとは思います。まあ、CVP 分析とかをね、しっかりとやっていただければ、まあ、それで大丈夫だというところですね。はい。で、まあ、あとは最適セールスミックスの決定とかですかね、まあ、直近のね、担当の試験などでも問われていましたけども、まあ、そのあたりのところをね、ちゃんと整理しておいていただければ、とりあえず、この辺りの分野については大丈夫なのかなとは思います。はい。で、次の予算管理ですね。こちらについても、計算と理論ですね。割と理論についても典型的なものが多いところになりますんでね、まあ、対策は取っていただきたいところになるんですけど、予算管理のね、計算で予算編成、予算統制、どっちも出る可能性がありますが、予算編成系の問題っていうのはね、際限なく難しく作ることができる分野でもあるので、まあ、どういうレベル感の問題が出るのかっていうのは未知数なんですけど、場合によってはね、完全に埋没問題みたいなものっていうのが出てくる可能性も十分に考えられますね。で、一方の予算実績再分析みたいな、その予算統制系の計算問題っていうのは、
令和2年の試験の問題ちょっと難しかったんですけど、それ以外はね、そこまでむちゃくちゃね、全く歯が立たないみたいな問題っていうのは少ないので、まあ、ある程度ね、その部分点っていうのは拾える内容になってくる可能性が高いのかなと思いますんでね、まあ、簡単な問題のそういったね、取りこぼしっていうのをとにかくなくしていただきたいと、そこだけね、まあ、気をつけておいていただきたいなとは思うんですけど、結構その資料の分量が多いとね、皆さん手が止まりがちなんですけど、予算実績再分析の問題でも資料多い問題が出てくることがありますが、まあ、必ずどっかね、簡単な問題とかが含まれているはずですんでね、そこをまあ、本試験の限られた時間の中でね、ちょっと冷静に判断しながらね、まあ、回答を進めるっていうのはね、ちょっと心がけていただきたいなっていうふうには思いますね。はい。で、あと、資金管理ですね、次の9番。まあ、こちらについてもね、ここ最近はちょっとご無沙汰しているところになりますんで、まあ、どういう形式で出るかっていうのも未知数なところではあるんですけど、まあ、さっきの予算編成の問題と同じで、まあ、資金予算の編成系の問題ですと、まあ、際限なく難しく作ることができますので、まあ、なかなかね、厄介な分野になってくるのかなと思います。ただ、キャッシュサイクルの計算とかはね、そんなに難しくなりようがありませんので、必ずキャッシュサイクルの計算なんかは、正確に回答できるように準備はしていただいて、あとはまあ、この計算対策としては、資金計算書を作成するっていうところですね、ここをしっかり見直しをしておいてください。まあ、特に過去2回出ている資金運用表の作成ですね、ここなんかはまあ問われる可能性が十分に考えられますので、まあ、担当の問題集にまあ問題がありますんでね、そちらの方を確認する作業っていうのは進めておいてください。理論はね、正直そんなに典型的なものも多くないですし、まあ、覚えることもそう多くはないところになってくるかなと思いますので、まあ、キャッシュサイクル周りのところを押さえておいて、あとはまあ計算に紐づいた理論が出てくる可能性の方が高いので、まあ、計算対策が結果的に理論対策にもつながってくるのかなと思います。はい、で次の10番のグループ系と文献組織の管理会計ですが、まあ、ここもさまざまな論点含まれているところになりますけども、まあ、事業部制の業績評価っていうのがね、まあ、一番典型度が高いところとなりますんで、まあ、その ROI と RI ですね、それぞれの特徴なんかをよく整理しておくっていうのはね、基本的な作業としてやっていただきたいことになりますね。あと、まあ、内部振替価格の設定に関する理論周り、まあ、この辺っていうのもね、よく整理しておいていただきたいところとなります。で、この分野についてもね、結構資料が多い問題っていうのが出てくる可能性があるんですけども、資料が多い問題っていうのは裏を返せばね、かなり詳細に計算の手順とか、まあ、そういったものが示されている可能性が高いので、意外と見た目に反してですね、実際に解いてみると手順通りにやっていけばいいだけっていうね、肩透かしな問題もね、出てくる可能性がありますんでね、資料が3ページとかにわたってあるから、まあ、これもう一旦飛ばしておこうとかっていうふうに考えるんではなくてね、一旦設問を見ていただいた上でね、その上で資料をね、読むっていう作業、そういった問題についてはやっていただくといいのではないのかなと思いますんで。ぜひね、ちょっと資料が多くてね、見た目的に嫌だっていう問題はね、出てくるかもしれないんですけど、まあ、そこね、ちょっと恐れずにね、まあ、時間かけてみるっていうね、ちょっと勇気もね、時には必要なのかなとは思います。はい。で、次の原価管理ですね、原価管理。こちらはまあ、計算丸々一問とかっていう形ではなかなか出てきづらい分野なんでね、まあ、令和1年の試験でね、まあ、目標原価を展開させるような問題が出ていましたけど、まあ、これ、平成20年の問題をね、模した問題になっているわけですが、さすがにこの頻度でね、そういった問題が出てくる可能性は相当に低いかなとは、まあ、思いますので、まあ、この原価管理についてはあまり計算対策っていうのはね、重視する必要性はないかと思います。で、一方で理論についてはね、ここは原価計算分野で理論が問われる可能性がありますんで、まあ、原価管理の体系なんかは、まあ、しっかりと押さえておく。意外とね、その原価規格の定義を書きなさいとか、まあ、原価維持とか原価改善、何が違ってどういう関係性があるのか、まあ、このあたりの典型的なところっていうのが書けていない受験生がね、多く見受けられますから、よくこのあたりね、定義を確認するっていうのは意識してもらえればなと思います。担当でもね、原価管理系の問題では、何かの用語の定義の整合判断っていうのを問うてくる問題がね、よく出されていますから、用語の定義っていうのを意識的にね、確認していく作業っていうのは進めてください。で次の12番の活動基準原価計算ですね。まあ、ABC もね、よく出てくるところですね。まあ、大体2年に1回ぐらいの頻度で出ているところになりますんで、まあ、今年の試験はかなり怪しいかなっていうところです。で、ABC、大問丸々1問出てくる可能性もあるし、設問の一つとして問われる可能性もあるんでね、まあ、どういう形にしてもですね、
ABC そのものがそんなに難しくなるっていうことはありませんので、ここはね、ぜひ得意意識を持てるように、普段から対策を取ってもらいたいところになります。で、ABC は割と典型的な理論っていうのも出てくるところになりますから、理論問題集に掲載されているようなところについてはね、典型度 A のものについては、まあ、やはりね、これもよく見直しはしてもらえればなとは思いますね。はい。ただまあそんなに ABC は苦手意識持ってる方も少ないとは思いますんでね、ここはまあ出てきたらね、ラッキー問題だっていう認識でね、着実に取れるように、まあ、事前のね、そういった学習を心がけておくと。で、次の13番の業務的意思決定。まあ、これについてはね、もういくらでもさっきのね、予算管理とか資金管理とかと同じで、まあ、型がない問題になってくるんでね、まあ、どういう問題出るのかっていうのが全く未知数なところにはなってきます。でも理論の対策としてはね、基本差額原価収益分析ですね、これに基づいた意思決定の、まあ、問題点とかをね、まあ、しっかりと指摘できればいいのかなと。その差額原価収益分析っていうのはあくまでも定量的な情報に基づいた判断をしていくだけなんで、まあ、それ以外の定性面の情報ですね、まあ、そういったものを加味しないと、まあ、最適な意思決定っていうのを行うことが難しいんだっていう話をね、よく整理しておいていただければ、まあ、理論周りについては大丈夫かなと。まあ、ちょっと注意しておいていただきたいのはね、その過去に買ってきた材料を用いてですね、例えばお客さんからの注文をさばくみたいなケースっていうのがあるじゃないですか。それなんかは他行の模試で出されていたりしましたので、まあ、その過去のそういった材料のね、購入原価の取り扱いのところっていうのは、改めて整理をしておいてもらえればなとは思います。はい。で、最後ですね、設備投資の経済性計算になりますけども、まあ、こちらについてもよく出てくるところですね。直近3年連続で出ているところになりまして、まあ、今年の試験でもまあかなり出る可能性っていうのが高いかなとは思います。まあ、ですのでね、対策はしっかり計算理論ともに取っていただきたいんですけど、まあ、中心はやっぱり計算対策にはなってきますよ。理論については各経済性計算の方法ですね。まあ、それぞれの内容っていうところをしっかりとね、長所メリット、長所と短所っていうところをよく整理しておいていただくと。まあ、回収期間法のメリット、デメリットとか、まあ、賞味現在価値のメリット、デメリットとかですね、まあ、この辺のところっていうのはね、やはり合格者レベルってことを考えて、考えていくと、まあ、確実に解いてくる方が多いかなと思いますんで、まあ、しっかり対策を取ってください。であと、最後にね、この計算上の留意点っていうところを載せていますので、ちょっと計算のね、ワンポイントアドバイスじゃないんですけど、まあ、最後回答するときに注意していただきたいことをね、まとめていますから、ここは目を通しておいてもらえれば。なと思いますね。はい。まあ、すいません。ちょっと駆け足になったんですけど、まあ、以上がまあ管理会計の話ということになりますんで、まあ、続けてちょっと経営学の方に移っていきたいなと思います。で、まあ、経営学ですね。まあ、経営管理分野と、まあ、財務管理分野にまあ分かれるというのはね、皆さんご存知かとは思うんですけど、まあ、財務管理の分野については管理会計の計算とかと同じで、まあ、基本的を絞らずにやっていただきたいなとは思いますんでね。まあ、基本的な計算については網羅的にやっておくと。網羅的にやるって言ってもそんなにね、範囲として膨大にあるわけではありませんので、まあ、一個一個の論点っていうのをしっかりと丁寧に整理していくっていうのが、まあ、計算対策としてはまあ大事になってくると。で、特に5月担当ね、終わってから経営学勉強された方なんかまだ全然復習が終わっていないかと思うんですけども、まあ、このファイナンス分野っていうのはしっかり時間を投下してもらった方がいいと思います。まだね、他の科目も全然手が回っていないっていう状態だとは思うんですけども、そのかける時間に対して得点に結びつく可能性っていうのが、ファイナンス分野っていうのは相対的に他の科目とかと比較しても高いのかなと思いますんでね、まあ、その時間をかけてね、対策する価値があるかと思いますから、まあ、典型的な計算の部分っていうところは、しっかりと考え方を身につけておくっていう作業はね、これから時間かけてやってください。一方、経営管理の分野についてはね、まあ、これは、的を絞るんではなくて、その学習の各分野の強度をね、ちょっと軽くするっていう形で勉強を進めてもらいたいなとは思います。まあ、よく言ってることではあるんですけど、その深い理解が求められることっていうのはほとんどありませんので、まあ、本試験の問題っていうのは用語問題か、あるいは用語の定義を聞いてくるか、あるいはその現場でちょっと考えて書かせるかっていう形になりますんでね。あまりその普段のね、深い理解っていうところが、まあ、現場においてね、得点に結びつくのかっていうと、あんまり経営管理の分野についてはね、そういう出題がなされていないと。まあ、論文の試験っていうことを考えるとね、正直本末転倒の出し方なのかなとは思うんですけども、ただまあ実際ね、まあ、選択科目っていう位置づけになってくるんで、まあ、あまりそういったね、学習の負担が重くなるようなね、出題っていうのはなされていないと。
だからまあ皆さんとしてはね、一個一個の論点っていうところを経営管理の分野については深掘りして抑えるっていうよりは、まあ、用語を軽く抑えると、まあ、用語を軽く抑えておく、まあ、できるだけ網羅的に用語の内容っていうところを抑えておくっていうのが対策としては重要になってくる。広く浅く抑えるっていうのが大事ですね。でその中でもね、特に、まあ、今回ご案内するようなその二重丸がついている分野については、まあ、用語を単に聞かれたときに答えられるだけではなくて、まあ、用語の説明が求められる可能性っていうのが十分考えられますんで、その時に対応できるように、まあ、アウトプットっていうところも普段ね、意識的に取り組んでいただきたいところとなりますね。はい。まあ、その作業自体はね、そのレジュメ読みながらやってもらっても結構ですし、まあ、一問一答問題集使いながらね、あの用語を見て、まあ、それの定義が何なのかっていうのを考える作業をやってもらっても結構ですし、まあ、媒体はね、皆さんにお任せしたいとは思いますけど、まあ、できるだけ網羅的な媒体を使っていくっていうことはね、心がけてください。でちょっと簡単にね、過去の本試験の形式面っていうところをまとめているんですけども、こちらですね。まあ、経営管理の分野については、文章問題、用語問題、まあ、計算問題っていうこの3つの分野に分けることができるんですが、まあ、文章問題っていうのがね、まあ、大体2行から3行ぐらいの問題っていうのがまあ出てくると。ちょっと直近の試験はここ最近の試験問題の中だと各分量が多かった回なのかなとは思います。3行 ×4 問という形になっていますね。で用語問題が12箇所で、まあ、計算問題が2箇所。ここ最近ね、謎の計算がね、あの1、2箇所問われるっていう形になっていますので、まあ、これに関してはもう事前の対策を講じるっていうことができませんので、もう現場で時間の許す限り考えてですね、まあそこでまあなんとか答えをひねり出すっていう形になるかと思います。まあ、そんなに高度な数学とか算数の知識が要求される場面は少ないんですけども、あの時々そういう問題も中には見受けられますんでね、そういった問題については少なくともできなくても問題ないんだと思ってください。これ遡ればね、平成27年以降っていうのはそんな計算問題とか出ていなかったわけですけど、比較的ね、その事前に学習した範囲からね、本試験の問題も出されてくると、まあ、そういう年が続いていたんですけど、まあ、そういう年においてもですね、経営管理の分野って平均点ってそんなに高くないんですよ。結局典型的な理論の取りこぼしっていうのが多かったりするんですね。だからまあ今のようにね、ちょっと現場で考えさせるような問題が出てくるようなケースにおいても、結局合否を分けるのは典型的な理論、事前の学習でこの用語知ってたなっていうものですね。そういったものをね、吐き出せないっていうところでね、あの大きな失点に、あのつながる形になりますんで、そういうリスクだけね、とにかく、まあ、回避するっていうことをね、心がけてもらえればなとは思いますね。はい。だからもう用語対策はとにかくこれから毎日やってください。もう1日20分とか30分で構いませんのでね、その1日2時間とかやれとかっていうのはね、言いませんので、できるだけちょくちょくとね、やっていくってことを心がけてください。はい。で、次に、一応財務管理の分野についても、形式をまとめていて、まあ、ここ最近はね、文章を書かせるような問題はずっと出ていませんので、まあ、記述の対策っていうのはね、講じる必要性はないかなとは思います。もう基本的には数値を回答する問題か、あるいはその選択肢が与えられていて、まあ、用語をね、答えていく、あるいはその選択肢の数値を選んでいくみたいな形式の問題がほとんどになってきますんでね。あまりそういった文章の記述とか、文字式をね、記述させるような問題はここ最近出ていないと、作図に関しても問われていないっていうところなんでね、あんまりまあそういった問題がね、出てくる可能性っていうのは、そこまで心配される必要性はないのかなとは思うんですけど、ただ、文字式を回答するものについてはですね、まあ、これは最低限の、その、計算のね、公式なんかは文字式ベースで書けるようにしといた方が望ましいですよ。ポートフォリオの標準偏差の計算とかが文字式ベースで表せるようにしておくっていうのは結構大事で、というのもね、結構その本試験だとどうしてもね、緊張感があったりして、普段は何気なくね、手が覚えていて計算できることとかでも、いざ本試験の現場に入ってみると、普段分かっていることが本当にこの計算で合ってるのかとかっていう、ちょっと疑心暗鬼になる部分が出てきたりすることがあるんですよ。その時にしっかりと文字式ベースでね、その公式なんかをその空いてるスペースに書き出せるっていうのはね、すごくまあ強みになってくるんですよね。それに当てはめながら機械的にね、数値の計算っていうのを行うことができますんでね、まあ、ぜひね、ちょっと公式はそう多くないかと思いますんでね、ぜひ文字式ベースで書けるっていうようにね、しといていただければなとは思います。はい。であと、まあ、計算対策としては基本論文グレードアップ答練ですね。これの反復演習と、できれば、あと過去問ですね。まあ、直近、まあ、3年とか4年とかっ
ていうのは最低限ね、やっていただくといいのかなとは思います。まだやってない方なんかはね、ちょっと早めにやっていただいて、今後の勉強のね、そういった方向転換とかにもつながるかと思いますんでね、まあ、過去問で、大体ファイナンス分野で、まあ、その5割から6割ぐらいっていうところが取れるかどうかですね、まあ、それをちょっとチェックする作業っていうのは、ある程度ね、範囲が勉強終わったっていう方はやってみてください。はい、で、次に、まあ、具体的なね、出題予想っていう形になりますけども、まあ、経営管理の分野がね、やはり皆さん気になるところなのかなと。まあ、財務管理の分野はちょっと予想が難しいんでね、過去の出題傾向から、ちょっと今年これが怪しいんじゃないかっていうね、主観的な話しか申し上げることができないんですけど、まあ、経営管理分野はある程度ね、試験の先生方の研究分野から、まあ、これが客観的と言えるかどうか微妙ですけども、まあ、ここは出るんじゃないかというところでね、ある程度の、まあ、そういった当たりっていうところをつけることができるところでもありますんでね、まあ、こっちをちょっと一つ参考にしてもらえればと思うんですけども、まあ、まずね、まあ、ミクロ組織論というところで、まあ、様々分野はありますけど、まあ、この中だと特にね、この欲求理論とね、まあ、リーダーシップ論っていうところがね、まあ、今年はちょっと熱いんじゃないかなというところで、まあ、昨年度もそうだったんですけどね、まあ、欲求理論、リーダーシップ論っていうところはね、今年はがっつり問われる可能性があるかなとは思います。で、まあ、この辺はね、ただ、その典型的な部分が非常に多いので、で初めに学習する分野とかでもありますんでね、結構対策を取ってくる受験生は多いので、あまり試験員の先生云々っていうのは関係なくね、まあ、最低限その典型的な理論っていうのは抑えてくる受験生が大半かなとは思いますから、まあそんなにね、山は張らずにやっていただくのがいいのかなとは思いますけど、まあ、ただ最後の1週間とかでね、ちょっと重点的に見たいなっていうふうに考えているところがね、重点的に見るところとね、そんなに見なくていいところっていうふうにある程度分けたい方はね、まあ、リーダーシップ論と欲求理論なんかは、まあ、特に目を通していただくといいのかなとは思います。はい、で次のマクロ組織論ですね。まあ、こちら組織構造についてはね、昨年度、まあ、内容的に問われていて、まあ、ここがね、結構その典型的なものっていうのが出しづらい分野なのかなとは思います。まあ、去年はね、社内ベンチャー制みたいな形のそういった用語問題が問われていましたけども、まあ、その用語問題っていうところが2年連続でね、組織構造のところから問われるっていうのは、ちょっと考えづらいところがあるかなとは思いますんで、まあ、今年の試験に関して言うと、組織構造っていうところはね、そんなに単品ではね、そんなに出題される可能性は高くないのかなとは思います。なんかまあ官僚制組織とかもそういった意味ではね、例年に比べてみるとちょっと重要度は落ちるかなとは思っています。で、また組織文化論、こちらについてもね、昨年と問われているっていうところもありますし、まあ、あんまり、論点としてもね、その様々な学習分野があるわけではありませんので、組織文化論もちょっと三角がつくかなっていう形になりますね。で、ただこの知識創造論、こちらについては、まあ、どこの予備校もね、今年は山を張っているところなのかなと思いますけども、やはりその、ナレッジマネジメントっていう話はね、しっかり対策を取らなければいけない。まあ、特にその、ナレッジマネジメントの代表的なモデルはですね、その、積モデルとかですね、あるいは、組織学習のところをですね、まあ、そのシングルループとかダブルループっていう組織学習の、ね、方法がありましたけども、まあ、このあたりのところっていうのは、しっかり対策を取ってもらいたいところかなと思いますね。はい。あとすいません、これ皆さんのレジュメにはちょっと掲載がないかと思うんですけど、この意思決定論のところで、平成23年にね、出題されてるんですけど、ちょっと皆さんのレジュメには丸がついてないかと思いますんで、まあ、ちょっと追記しておいてもらえればなと思います。まあ、この時にね、一応その、まあ、意思決定次元における人間モデルっていうのが問われているんですね。で、まあ、それ以降、長らく意思決定論については問われていないんですけど、まあ、ちょっと試験の先生でね、まあ、この意思決定論について言及されている方もいらっしゃるので、まあ、意思決定におけるですね、人間のそういったモデルっていうところも当然知らなきゃいけないんですけど、まあ、意思決定のプロセスとかについても問われる可能性があるので、まあ、ここはちょっとね、しっかり目は通してもらいたいかなっていうふうには思います。はい、あと、まあ、バーナードもね、まあ、これまあ例年誰か好きなんでね、基本毎年バーナードはね、まあ、出るぞ出るぞっていうふうに言ってるところではあるんですけども、まあ、令和2年において出されたのは、そのバーナードのね、組織論における組織が成立するための3要素について、まあ、穴埋め問題が出されていましたね。だから、まあ、組織成立の3要素っていうのはね、もう、今年の試験では出ないと思うんですけど、まあ、逆に組織が存続するための2要素ですね。その辺のところっていうのは、出る可能性っていうのは大いに考えられますんでね。まあ、バーナード理論っていうところは、まあ、ちょっと、よく復習してもらえればなとは思います。はい。
だからまあマクロ組織論ではね、この知識創造論からまあバーナード理論のところまでですね、ここのまあ3分野っていうのがね、まあ、特に今年の試験では熱いかなと思いますので、よくね、内容確認を進めてみてください。で、次のカッコさんの戦略論ですね。まあ戦略論、総論のところがね、今年はちょっとやっていただきたいかなっていうところで、まあ総論って何をどこまで含むのかっていう問題もあるんですけども、まあ、割とその他校の模試とかを見ていく中でもね、戦略論総論からの出題っていうのが非常に多かったんですよ。で、特に今年の試験ではこのドメイン定義ですね、ドメイン定義、まあ、これむちゃくちゃ重要ですね。もう去年とかもドメイン定義っていうのがね、まあ、大きな山の一つだって話はしていたんですけど、まあ、去年出されていないんでね、やはり今年こそはっていう形になりますんで、まあ、ドメイン定義のところ、まあ、物理的定義、機能的定義とかの話と、まあ、そのエーベルのドメイン定義ですね、まあ、こういったところっていうのはしっかりとね、答えられるようにしておかなければいけないと。まあ、今年は何かしら出る可能性っていうのは非常に高いですね。ここは全受験生ね、押さえておかなければいけない最重要分野の一つになってきます。でまあ、正直戦略論はね、どれも重要なんで、まあ、どれが特に重要ってわけでもないんですけども、まあ、個人的には多角化戦略のところっていうのが他の分野と何か絡めて問いやすいっていうこともありますんでね、まあ、ここを、まあ、重点的に見てもらいたいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、他校のこれも模試の話ですが、国際化戦略とかについてもね、まあ、出している予備校さんなんかもありますんでね、まあ、国際化のところっていうところもね、まあ、一応まあ言及されている試験の先生もいらっしゃるんで、まあ、念のためまあ見といていただきたいかなっていうところではあります。まあ、当然、前切りっていうのはダメなんでね、まあ、ある程度面を通しておくっていうのはね、直前期の作業としてしていただきたいかなとは思いますね。はい、で次の競争戦略とマーケティング。まあ、競争戦略についてはね、まあ、これももう、どういったね、試験においても出る可能性がありますんで、ポーターの5フォース分析なんかはもう土典型の話になりますから、まあ、必ず押さえておかなきゃいけないと。でも、ポーターの戦略論の話っていうのはしっかり一通り目を通しておいてください。で、あとはまあ、ここの表の中で言うとね、まあ、マーケティングっていうのはね、昨年度はね、まあ、大きな山の一つになっていたんですけど、まあ、今年の試験に関しては、まあ、そんなにめちゃくちゃ重要っていうわけではないかなとは思いますんでね。まあ、STB の分析とかですね、まあ、アイドマモデルとか、まあ、ここはちょっと試験の先生でね、言及されている方いらっしゃるんで、まあ、この辺のところを押さえておけばいいのかなとは思います。そんなにものすごい時間はかけなくて構いませんのでね。まあ、マーケティング分野、まあ、講義内でもね、ある程度ここが重要ですっていうふうなご案内はね、かなり的を絞ってお話しさせていただいたかと思うんですけど、まあ、そこを中心にしつつね、まあ、ここに書いてるね、まあ、用語の整理っていうのをしといていただければ、まあ、十分かと思います。はい、で次の括弧5番、まあ、技術系と日本的経営ですね。もう技術系についてはもうね、昨年度も山の一つだったんですけど、今年もやっぱり出る可能性が非常に高いというところになりますんで、しっかり対策を取ってください。もうイノベーション絡みの話っていうのはね、もう出てくる可能性が非常に高いです。で、日本的経営に関してもね、まあ、これももう同様に、もう試験の先生で日本的経営についてね、何も触れてこない先生っていうのは基本的にいらっしゃらないので、まあ、どの年の試験においても日本的経営っていうのは、まあ、最重要分野の一つになってきますね。はい。まあ、しっかりとね、レジュメに掲載されているものは一通り押さえてください。で、次の、コーポレートガバナンスと企業の社会的責任ですね。まあ、コーポレートガバナンスっていうところについてはね、まあ、昨年度までものすごく好きな先生がいらっしゃったんですけども、まあ、今年もね、言及されている先生いらっしゃるんですが、そこまでガバナンスの専門家っていうと、まあ、微妙なところではありますんでね、まあ、コーポレートガバナンスっていうところはね、まあ、ある程度抑えておかなければいけないんですけども、まあ、昨年度に比べてみると、ちょっと相対的に重要性っていうのは落ちるのかなとは思います。ただ、コーポレートガバナンス行動についてはね、原文は見といてほしいんですね。昨年度の6月にコーポレートガバナンスコードっていうのが改定されていて、まあ、ネットで検索していただければ出てきますんでね、まあ、そのどこが改定されたのかについても言及されていますから、その改定された部分なんかはね、特に穴埋め形式で何か問われる可能性とかも大いに考えられますんでね、まあ、ガバナンスコードなんかはちょっと原文に目を通すっていう作業はね、やっていただければなとは思います。そんなに何回も繰り返す必要性はないんですけども、まあ、1回ぐらいは目を通しておくっていう作業はぜひやってください。あと、企業の社会的責任。このあたりはもうね、最近のトピックですよね。まあ、会社の社会的責任であったりだとか、その持続可能な社会をね、作っていくとかっていうのは最近のトレンドですから、まあ、この辺のところっていうのはね、アンテナをね、ちょっと張り巡らせて、できるだけ関連用語っていうのは抑えると。まあ、特にこの ESG なんかはね、ものすごい怪しいですね。
もう出てきても本当におかしくない言葉になってきますから、まあ他の用語なんかね、このサステナビリティとかね、トリプルボトムラインとか、まあこういったところについてはね、よく最近もね、聞く言葉になってるのかなとは思いますんでね、まあ知ってる方が多いかと思いますけど、割とそういったね、実データの一環としてね、出てくる可能性とかもありますんでね、できるだけね、ちょっとアンテナをね、張り巡らせて対策は取っておくと。あと、次の7番だと人的資源管理とベンチャー経営。これがもう本当にね、今年の試験の先生で好きな方いらっしゃいますんでね。試験対策の講義の中でもやりましたけど、ここはもう、隅から隅まで目を通しておくっていう作業は行ってください。はい。以上が経営管理の分野で。で、財務管理の分野についてはね、まあ、先ほどご案内した通り、基本山を張るっていうのは結構難しいところになってくるので、まあ、一通り計算対策やってほしいんですけども、まあ、特に過去の出題傾向から重要性高いものについては二重丸をつけているというところで、まあ、この企業価値評価とか財務分析とかですね、あるいはこの、まあ、ポートフォリオ理論であったりだとか市場均衡理論、あとはオプション取引といったところですね。この辺がね、総合問題丸々一問という形で一つの分野で出される可能性があるところとなりますんで、しっかりとね、まあ、理解を深めるっていう作業は、まあ、これから先、まあ、時間の許す限りやってもらえればなと思います。はい。まあ、すいません。ちょっと、時間が来ましたので、まあ、ここで終わりにさせていただきたいと思いますが、とにかくね、まあ、経営管理の分野についてはね、網羅的に用語対策をやると。で、まあ、経管理、財務管理の分野については、まあ、各計算の分野ですね、まあ、足元をしっかり固めると、まあ、5月担当の合格者の方なんかは特にね、今からしっかり時間かけて対策を取ってください。はい。まあ、それでは私の方から以上となりますので、まあ、すいません。ちょっと通信環境の悪化でね、いろいろご迷惑をおかけしたかと思いますけども、これで終わりにさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。あ、先生、画面共有。はい。停止をお願いします。はい、あれどこ行った、はい、ありがとうございます。はい、それでは最後にですね、影山先生になります。マイクとカメラオンにしてください。影山先生、影山先生、影山先生が出ないですね。あ、はい、すみません。あ、すみません。はい、出ましたね。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい、これ、画面共有できてます？できてます。あ、はい。あ、それではですね、最後、財務会計論ですね、始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。財務会計はですね、ですね、普段ですね、講義で使っている理論問題集ですね、ポイントリストの形式で、まあ、山をですね、張るというところでですね、表を作りましたので、まあ、基本的にはレックのね、理論問題集ベースで、ね、ちょっと解説の方ですね、予想をしていきたいと思います。で、表の見方としては、まあ、普段のポイントリストのですね、論点、まあ、一章からね、ばーっとありまして、まあ、山と書いてあって、星が書いてあるところが、まあ、一応山にはなるんですけれども、一応一つ星と、ちょっと見ていくと二つ星があって、まあ、当然その二つ星の方がですね、まあ、よりこう、出題可能性が高いというところになりますので、まあ、精度高くですね、抑えていかなければ、まあ、いけないというところになります。はい。で、あとね、もう一つ、この表の一番右の列に、まあ、東レンもしで出題した部分に関しての、まあ、今年ですね、この22年論文向けの、東レンもしで出題した、論点、問題番号ですね、載せております。一応ですね、ここの見方をご説明しますと、ごめんなさい。一番左、右のですね、列なんですが、左の丸数字は、東レンの回数ですね。なので、丸1と書いてあれば1回目の当連ということですね。で、真ん中の番号が、その当連の、問題番号で、まあ、大問ですね。第5問ということですね。第1回目の第5問の一番右は、さらにその中を細分化した問題番号で、問い2というところになります。はい。まあ、場合によってはですね、もっと細分化している部分はありますけれども、まあ、一応ですね、第1回の第5問。
の問題にっていうところまでですね、それ以上の細分化はもうね、各自、東レのを確認してお任せ、させていただきたいと思いますので、一応ですね、出題実績も載せて、まあ基本的にはですね、この山の星がついているところ、東レが被っているところを、まあ、一番重点項目として復習をしていただきたいかなと思います。はい。で、まあちょっと2章からざっとね、見ていきたいと思います。で、ただちょっと注意してもらいたいのは、普段ね、ランキを使ってポイントリストですね、やり込んでいる方は、基本的には普段のですね、学習の、そのポイントリストの強弱加減を、まあ、ベースに、まあ、最後の確認の時に、まあ、この、直前のね、最終チェックリストの中の、山であったりだとか、東連のところをですね、より強くね、抑えていくようなイメージで復習していただきたいので、その普段やっているものの、そのペースであったりだとか、強弱加減を崩す必要はないんで、ね、そこにまあ最終調整としてね、これを見て、最後ね、一周二周するときに、星がついていたりだとか、まあ、東連のね、番号が振ってあるところをよりね、強く押さえていくようなイメージで使っていってください。はい。それではね、ちょっと一章から見ていきます。はい。まあ、一章財務家計総論で、まあ、ここは特に、まあ、星ついてますけれども、そんなに、ね、取り立ててここがテーマとなって出るってことはあまりないと思いますので、あまり気にしないでくださいというところですね。で、2章の財務家計の基礎概念。まあ、ここは一応概念フレームワーク対策として、会計情報に求められる質的特性、意思決定との関連性だったりだとか、信頼性とかですね。まあ、そういうところに用語の使い方を特に注意してください。東レの採点なんかをしてると、まあ、未だにですね、その意思決定有用性と意思決定との関連性の言葉の使い方を間違えていたりだとかする方もですね、いらっしゃいますので、まあ、そのあたりね、きちっと、その意思決定関連性、意思決定との関連性って書かなければいけないところを意思決定有用性って書いてしまえば、それ点数が来ないので、まあ、そういうところはね、ケアレスミスがないように、最後ね、確認をしてください。はい。まあ、一般原則は、まあ、出る可能性がね、絶対ないとは言い切れないところですけれども、まあ、ただ対策の順序としてはね、優先順位は低いかなというところです。はい。で、第4章、第5章は、資産会計と、まあ、負債会計の総論の話で、まあ、基本的には概念フレームワークに関するね、記述が多く載っているセクションにはなります。で、概念フレームワークですね、ここ最近、まあ、担当ではほぼ出ていない。で、論文だと毎年、まあ、1台ぐらい出ている。そして出ていない年もあるんですけれども、まあ、一応ね、試験員の先生で概念フレームワークで研究されている方もいらっしゃるので、全くですね、対策を立てないっていうのは怖いですね。なので、まあ、基本的には資産の定義、負債の定義を抑えていき、それに当てはめてね、記述をするっていうことは想定してもらいたいということと、まあ、あとは測定値ですね。測定値のカタログということで講義の中で紹介させてもらっていますけれども、ポイントリストだったら4の3と5の3。まあ、ここでかなり膨大な量がありますので、全部押さえるのはね、なかなか難しいかもしれませんが、当連で出題された部分に関しては、ちょっと押さえていくようにしてください。ね、で、あとはね、測定値のタイトルですね。令和2年から測定値のタイトルの穴埋め問題が出ていますので、一応穴がね、出てきたときにそれは最低限埋められるようにしてもらえるといいのかなというところですので、はい。まあ、ちょっとね、担当だと概念うまく出ていないんですけれども、一応資産の定義、負債の定義に当てはめるっていうところ、そして当連に関して、測定値の部分をね、きちっと見ていく、そして穴埋め対策をできるっていうね、その3点はね、ちょっと意識的に復習をしていただきたいなと思います。はい。で、第6章、純資産会計。純資産会計については、第3問の、ね、計算で、SS が出る可能性が、ね、あるかなと思っております。まあ、今日の、ね、模試もですね、第3問の、ね問題には SS の作成の問題にしました。で、第3問の計算問題っていうのは出題に偏りがあってですね、ちょっと下にですね、第3問の出題実績があるので、ちょっとざっと見ていくとですね、すみません。第3問の計算っていうのはですね、かなりこの出題に偏りがあるんですよ。これ平成27年以降が今の形式になったですね、試験で、まあ全7回あるんですけれども、その7回中、例えば個別キャッシュは3回出ています。リースも3回出ています。減損も3回出ています。SS2 回なんですね。といった具合に、かなり偏りが見られるんですよ。で、まあ、SS もですね、この品質論点の一つというふうにですね、考えられるので、まあ、その SS の出る可能性は全然あるんじゃないのかなと思って、まあ、模試にも出しているんですけれども、で、まあ、かつね、純資産会計をね、ちょっと研究されている先生もいるのでっていうところもですね、あって、まあ、SS をですね、まあ、第3問の模試で出題しましたと。で、そうするとですね、やっぱそれに、付随して理論が出てくるわけです。で、SS っていうのは、まあ、基本純資産会計の話なので、まあ、その SS の計算に絡めて、純資産会計の理論が問われる可能性っていうのは全然あるかなと思いますので、はい。意外とこの純資産会計っていうのはですね、手薄になっている方がいますが、ね、結構ね、きちっと押さえている方と、
お手薄になっている方で、点差のつく論点になりますので、あまりね、今まで意識してなかった。まあ、要はリースとかね、退職給付とか、連結とか、税効果とかね、そういうところをね、すごく中心に、やっていて、少し手薄になってるなっていう雰囲気のある方ですね。自覚のある方は、ぜひね、ちょっと13会計最後、今一度、そんなに量は多くないですから、確認していただきたいなと思います。はい。で、第7章、財務諸表ですね。第7章の財務諸表は、まあ、これ見るところはもう、キャッシュと、セグメント。まあ、この2つですね、基本的には。あとごめんなさい、SS。で、まあ、キャッシュフロー計算書はですね、まあ、これまた計算では非常によく出ている分野になります。ので、まあ、第3問のね、計算で先ほどね、個別キャッシュは7回中3回出てるということをですね、お伝えしましたが、まあ、2年連続個別キャッシュ出てもおかしくないですし、また、連結キャッシュが出てもおかしくないと。で、第5問の方でもキャッシュの出題の可能性ってことは大いに考えられますので、まあ、キャッシュに関する、まず計算ですね。計算をきちんとできるようにしなければいけないということと、まあ、計算が出題されるのであれば、それに絡んで理論の出題もね、考えられますので、まあ、その理論部分をきちっと押さえていくということと、まあ、ポイントとしては7-14は、まあ、SS ですね。SS の、記載項目、そしてその表示方法に関するポイントリストで、まあ、ここもすごい重要ですから、まあ、今回の模試ではね、その部分は出題しませんでしたけれども、まあ、SS の計算が出る場合にはね、むしろこのポイントリスト7-14の内容の方がですね、出題される可能性は高いので、もうここはがっちりと押さえてください。ということと、7-22、セグメント情報をですね、まあ、これはもうタコさんの討論とか模試でもですね、かなりこう出題されておりまして、まあ、かつも私もね、結構昔から山を張ってるところでまだ出ていないんですけれども、やっぱりね、概念フルマークとの絡みで、長所短所をきちっとね、意思決定との関連性と比較可能性をね、踏まえて記述できるように準備をしていく必要はありますし、まあ、レックの討論ではですね、今年度はもうですね、奮発して2台ですね、マネジメントアプローチに関する問題出していますので、相当程度ね、精度高く書けるように準備をしていく必要はあると思ってください。はい。まあ、一つの山ですかね。では第8章、田之さん。まあ、田之さんはもう必要最低限というか、まあ、当たり前の知識というかね、減損会計と絡めて、まあ、星がついているところを中心に見てもらえればいいのかなと思います。まあ、特に基本的な考え方というのはこの 8-5 になりますので、まあ、8-5 のところをね、考え方を減損会計であったりだとか、あと収益性の低下ですね。ポイントレストだと 4-5 かな。4-5 に収益性低下のポイントレストがあると思いますので、まあ、そこと絡めてね、合断的に見ていく必要はあるのかなと思いますが。まあ、ただ、まあ、そもそも田之資産会計っていうのはね、論文式試験に出題される重点項目の編みかけの中には、まあ、入ってはいない項目なので、はい。まあ、だからといってやらなくてもいいっていうわけじゃないんですけれども、まあ、優先順位としてはそんなに高いものではないのかなというところですね。まあ、商品要価その収益性の低下の部分だけ、特にきちっと見ておいてください。はい。で、第9章固定資産に関しては、まあ、固定資産絡み、ここ最近非常によく出ていますので、まあ、9-7、9-8、まあ、今回の模試でもね、対応数の変更に関する理論を取材しました。まあ、そのあたりと、あとは、まあ、のれんですね。やっぱりのれんは、いつもいつも大本命と、言われるようなですね、論点になってきますので、まあ、のれんに関しては何が出てもおかしくないのかなというところですから。まあ、あとはね、当連でも結構この分野は結構取材していますので、まあ、何が出てもおかしくないのかなというところですから。まあ、星、そして、東連で出題された部分はね、網羅的に見ておくようにしてください。それとね、あと9-16の、投資不動産に関するお話はね、結構、東連なんかでの出来があまり良くないんですけれども、非常に重要性は高いところになります。はい。また、ちょっとイファーストの絡みでもね、投資不動産っていうのは、まあ、出てきますので、まあ、そういった面からも出題可能性っていうものはあります。やはり日本基準とね、イファースでこうね、相違が、顕著に見られる部分っていうのは、出題のターゲットにはなってきますので、まあ、そのうちの一つですからね、投資動産っていうのは。ね。なので、当連だと10回目かな、10回目でね、イファース絡みの比較の問題っていうのは出していますので、まあ、そのあたりとね、セットで復習してもらえればいいのかなと思います。結構大事なポイントリストですからね。まあ、ここも、思ったよりもその当連で出来が良くなかったので、はい。ちょっとですね、覚えがある方というかね、自分あんまりカバーしていないなっていう方は、必ずね、見直しておくようにしてください。はい。で、第10章、栗延さんと引き合ってき、まあ、怖いでしょう。もう10の3、ここですね。株式交付費を費用処理する理由。まあ、ここだけきちっと押さえてもらえれば、まあ、他はね、当連の部分、ちらっと見て、それでいいでしょうというところです。はい。そして第11章ですね。やっぱり一つの山であるリース会計ですね。これはもう、本当に、大山の一つと言っても過言ではないところで、まあ、第3問の計算出る可能性もありますし、第4問の理論出る可能性もありますし、まあ、第5問はあまりね、可能性はないかもしれませんけれども、まあ、計算理論、そして何が出てもおかしくないですから、もうここは、まあ、ちょっと11の4だけはね、
踏み込んだ内容なので、ここは星入れなかったんですが、それ以外のところはね、まあ、当連でも相当出ていますし、借りて貸して問わずですね、学習した内容すべてについてですね、確実に記述できるようにしておいてください。はい。で、第12章、現存会計。まあ、現存も基本的には山の一つですね。毎年、まあ、山にはなっていますので、まあ、ここは重要度高いということは、もう皆さんもね、認識されていると思いますので、まあ、今までの要領、ノリで、きちっとね、やってもらえれば、ここはいいのかなと思います。はい。で、研究開発もですね、実はちょっと資金の先生でね、好きな方がいるにはいるんですけれども、まあ分量がそんな多くないですから、まあこのね、星がついているところは確実にっていうところですが、まああとは当連の復習をちらっとやっていただければそれでいいのかなというところです。はい。で、金融商品ですね。金融商品は難しい問題が出ればね、なかなかこう解けない。ただ、まあ有価証券のね、評価だとか、そういった基本的なところは、きちっとね、書いていかなければいけないですから、まあ、もう皆さんもね、ここに関しても、これはきちっと書けなければいけないとか、まあ、これはね、ちょっと細かいなとかっていうところは、ある程度ですね、ご自身の中で認識はあると思いますので、まあ、ある程度その感覚に沿ってもらえればいいのかなと思います。まあ、ポイントですと14の20までね、20個ありますが、その重要性が高いものはそこまで多くないですから、ね、ある程度こう、ポイントを絞ってやってもらってもいいのかなっていう分野にはなります。はい。ただ、ヘッジなんかはね、やっぱり、ちょっとスワップに関してライボーがね、こう停止されたとかっていう、そういうまあ影響もあって、多少こうトピックなところでもありますので、まあヘッジの理論っていうのはですね、そんなにないんですけれども、ただ計算の部分ね、きちっとできるようにしておいてください。で、あとヘッジの理論はですね、外貨とも結びつきますので、まあ振り当て処理なんかの理論と合わせてね、セットで押さえていくと効率的に復習はできるかなと思います。はい。まあ、ヘッジの部分の計算なんかはね、しっかりとできるようにしておいてください。はい。そして、15章退職給付会計。まあ、ここもね、お馴染みというか、まあ、本当に何が出てもおかしくないというところで、まあ、昨年もね、年金資産の異議が出ました。まあ、年金資産、なんで DS にね、資産の分に計上されないのかみたいな超典型論点が出たんで、まあ、一応ここは山から外してはいるんですけれども、まあ、他の部分に関してはね、引き続き出る可能性ありますし、過去勤務費用は数理計算上の際の取り扱いなんかはね、もう毎年出てもおかしくないぐらいのところですから、まあ去年出たからもう出ないだろうっていうところではなくてね、まあ何年出てもおかしくないっていうようなスタンスで取り組んでもらえればと思います。はい。で、第16章、資産状況債務。ここもですね、ちょっと今年は重要性高いかなと思います。まあ、近年やっぱ固定資産周り非常によく出ていますので、まあ通常のね、固定資産の話、減損の話、資産状況債務の話、出ていますので、まあ引き続き資産状況債務は要注意かなと思います。まあ今日の模試でもね、資産状況債務をですね、概念フレームワークと絡めて出題を、しましたので、そこを中心にですね、まあ量は多くありませんし、そんなに難しいものは出ないと思いますので、抑えていくようにしてください、ね。まあ、ここ最近の第4問ってね、そもそんなに難しいものは出ないですから、もう基本的な問題をね、精度高く書いていくということで、で難しい問題が出たらね、埋没になる可能性が高いですから、もうそこはあまり気にしないでくださいというところです。はい。でまあ、自己株式は、ね、これもまあ出る可能性がないわけじゃないんですけれども、まあ、他に比べて相対的には重要性が低いかなというところです。はい。まあ、意外と自己新株券ね、結構穴の人がいますので、自己新株券はきちっと見ておいてください。はい。そして、まあ、ストックオプション。ストックオプションはね、昨年も出ましたけれども、まあ、引き続き注意が必要なところにはなります。なので、まあ、当連でね、大体出しているんで、当連で出たところを中心に押さえてもらえれば、それで OK でしょう。はい。で、第19章、税効果。税効果に関しては、このね、19の7ですかね、クルノブ税金さんとクルノブ税金負債の表示方法に関しては、まだ本試験で出題実績がないので、ここは、かなり精度高く書けるように準備をしておいてください。まあ、次税効果出るのであれば、このあたり出るんじゃないのかなというふうには思っております。まあ、要は、なんでね、クルノブ税金さん、クルノブ税金負債が固定に区分されるのかとか、あとはね、なんで相殺して表示をするのかとか、そういう話ですね。はい。精度の高さがね、求められるようなところにはなってくると思いますので、まあ、きちっと書いていくっていうことと、まあ、あとはね、もう税効果はとにかく繰り延べ法と資産負債をですね、ここから出発しますので、その繰り延べ法と資産負債の意義を今一度ね、確認しておいてください。はい。で、第20章、外貨換算。外貨換算はですね、昨年一昨年と在外支店、在外子会社のところは、理論ではかなり出ていますので、まあ、さすがにですね、在外支店、在外子会社の換算に関しての出題が、今年もっていうことはないとは思うんですけれども、ただ、まあ、他のね、部分に関しては、
例えば、在外子会社ののれんの換算であったりだとか、まあ、基本的な1取引基準、2取引基準の話であったりだとか、あとさっきお話しした為替予約のね、振り当て処理に関する基本的な話であったりだとか、まあ、そういうところはね、全然出る可能性はありますので、その外貨は去年、一昨年出たからといって、その今年出ないっていう保証は全くなく、その論点を変えて出すっていうことは全然ね、ありますので、はい。まあ、超品質論点ですから、以前外貨換算に関しては5年ぐらい連続で出ていた年もありますので、まあ、引き続き、まあ、こののれんの患者なんかすごくね、怪しいですから、第5問なんかで総合モデルと絡めて、在外子会社ののれんをね、理論で聞くっていうことも考えられますので、まあ、そういったね、対策も立っていくようにはしてください。はい。で、あと21章以降は基本連結会計、持ち分法会計ですから、まあ、ここに関しては、第5問のね、総合問題と絡めてというところにはなるかなと思います。で、ここ、1、2年、あまりまあ確か21章、22章、23章含めてね、企業結合部分含めて、そのポイントリストに記載されている内容というよりは、総合問題の中のですね、事例なんかをね、使った、かなりこう実務的な問題が出ています。はい。で、まあそういった現場志向の問題っていうのはなかなかね、事前の準備がですね、難しいので、まあそういったものは現場対応になります。ただ、典型的な問題が出た時には必ず通らなければいけません。まあそういったね、現場志向、実務寄りのね、問題っていうのは点数取れる保証がないので、点数取れる保証が出てくるところっていうのは事前準備ができるこういったポイントリストに載ってる典型的な問題になりますので、まあ、ここ最近ね、まあ、最近って言っても1、2年ですね。2年は、あまりこの典型的な連結に関する理論が出ていないのは事実ですけれども、はい。ただそれが出た時には、やっぱり、ね、そこが点数を取るところになりますので、出た時に備えてね、きちっと、これは今まで通り書けるように、準備をしておいてください。今まで通りというかね、きちんとそういった典型問題が、出るんだっていうことをね、踏まえて、回答が作れるような準備はしておいてください。はい。ね、まあこれも企業結合事業部にも全部、まあ最後はね、もう同じですね。第25章まではもう全く同じですね。連結会計総合問題、そして企業結合事業部の総合問題が第5問で出ますので、まあそこに関して、もし典型問題が出れば確実に取れるようにというところにはなります。はい。で、あとね、昨年の第5問っていうのは、まあ今日のね、もしでもそうなんですけれども、子会社とかね、関連会社のですね、グループの中のですね、会社数が非常に多くて、ただ、一社一社はですね、軽く、そして、その一社一社をですね、ピンポイントで聞いてくるので、一つのね、会社に関する処理が分からなくても、その分からない失点っていうのが、他の会社に波及しないような問題構造になっているんですね。だから A 社の処理が分からない。ね、例えば間接処理が分かりません。ってなったとしても、B 社の処理は分かれば、その B 社の処理だけで点数が取れるような構造になっています。で、まあ、今年も同じ構造かどうかっていうところは分かりませんけれども、もし仮にその構造であれば、はじめに A 社、B 社とかね、例えば2社連続で難しくて分からなかったとしても、C 社、D 社、E 社とかで、点数が取れるような構造になっていると思いますので、まあ、自分のね、分かる、会社のタイムテーブルを作って、落ち着いて、部分点を積み重ねていくっていうね、そういう心構えもね、持ついいのかなと思いますので、まあ、以前のね、連結会計の総合問題っていうのは、一つの会社が分からなければ、芋づる式で点数がどんどん取れなくなっていくっていう構造だったんですけれども、昨年は違いましたので、ね、で、私個人としてもそういった形式はすごくね、いい形式なのかなと思います。ね、一個知らなかったら全然ね、点数が取れないっていうものよりも、ね、いろんな知識をね、問うような、いろんなね、会社を出して、これは知らないけれども、これが知っていれば点数が取れるっていうようなね、問題構造になっていますので、まあ、ぜひね、その諦めることなくね、知っているところの、会社のね、タイムテーブルだけで点数が取れるんだっていうような、まあ、意識は持ってください。はい。で、最後はね、収益認識26章で、まあ、正直収益認識っていうのは、この論文式試験にあまり馴染まないような論点なんですね。ただ、まあ、そのね、実際トピックなところでもありますので、一応まあ、カバーはしておくようにしてください。で、特にこれはね、令和2年に本人と代理人の区分っていうのが出題されておりまして、それがまあ一ついい題材なのかなと思います。まあ、要はね、本人と代理人を区別するために、どういう要件を満たせば代理人になるのかっていう要件を挙げて、本人と代理人を検討させる問題だったんですね。で、まあ、収益認識の基準っていうのは結構実務寄りなね、基準ですから、あまりこの会計理論っていうところはなく、
まあ、模試で出したね、カップに関する話はね、すごく理論的な話なので、そこはすごい復習してもらいたいんですけども、それ以外はね、あまり理論的な話がないんです。なので、まあ、要件に当てはめて、どっちかに当てはまるから、こういう履行義務から、こういう履行義務になるから、こういう収益認識の仕方ですよ、みたいな、記述をする可能性が高いんですね、問題としては。ね、これ本人と代理人の句もそうだったんですよ。こういう要件があって、こういう要件を満たしたから、代理人に該当する。代理人だから、こういう履行義務から、履行義務があるから、こういう収益認識額ですよということで、ね、当てはめて、その当てはめたものの履行義務が何なのかを説明して、結果収益認識額はいくらですかっていうような、問題のですね、ストーリーがおそらく想定されるので、まあそのイメージを持ってね、取り組んでもらえればと思います。まあ今日要件をね、覚えていくっていうのがすごく大事になってきますので、これは簿記のテキストと合わせて、いやポイントレスだけではなくて、簿記のテキストと合わせて、その要件を満たす系のものに関しては、その要件をある程度ね、押さえていくっていう必要があると思ってください。はい。ということでね、まあちょっとだいぶ駆け足だったんですけれども、まあまとめていくと出題予想ということで、まあこんな感じになっております。はい。20〇〇三角というところで。まあ、かなりこう主観も入っていますが、一応、まあ、試験医の先生のね、研究されている分野とかもですね、ちょっと調べつつ、過去の出題実績を見つつですね、一応予想させていただきました。で、まあ、ちょっとね、ここには入っていないんですけれども、まあ、固定資産系で資産除去債務はね、少し、山かなと思いますので、まあ、ちょっと資産除去債務をね、この三角黒のあたりにちょっと入れてもらえるといいのかなと思います。はい。なかなかね、ちょっと絞りきれないところで、ね、ちょっとこれだけをやればいいっていうね、ことは言い切れないんですけれども、ただあくまでもまあ山なので、山の部分をだけをやるのではなくて、最後網羅的に確認する中の、まあ強弱をつけるという意味でね、山があるんだと思ってください。はい。で、まあ、あとはですね、まあ、下に過去の出題実績であったりだとか、あと最後ちょっとおまけ問題1台つけました。リースに関するおまけ問題1台つけましたので、まあ、ちょっとここはおまけ問題とは言ってもですね、出題される可能性があるところかなと思いますので、ぜひね、この最後の確認問題、追加問題は確認してもらえればと思います。はい。ということで、まあ、最後にちょっと駆け足になってしまいましたけれども、まあ、財務会計に関してはね、以上とさせていただきます。まあ、第4問の理論はそんなに難しくないと思いますので、ある程度ね、きちっと精度高く書けるような準備、そして、まあ、仮に難しい問題が出たらね、もう埋没になるんだっていうことで、まあ、潔くね、切ってしまうと。まあ、ただね、草加先生もおっしゃっていましたが、まあ、白紙はダメなので、もう分からない問題はね、考えても分からないんで、時間を使わずに何か書いて部分点を拾うっていう意識ですね。分からない問題には時間を使ってはいけないですけども、ただ白紙はね、避けるように何書けば点数来るかもしれないんでっていうね、そういう粘りが、最後の最後でね、1点ずつ各科目積み重なっていって、偏差値を押し上げてくれるようになるかもしれませんので、最後までね、ちょっと諦めずに、全科目諦めずにやっていけばね、全科目5点ずつアップすれば、それで30点ぐらいアップするわけですから、ね。30点といえばね、結構大きな点数になりますので、ね、粘り強く頑張っていただきたいなと思います。はい。それでね、財務会計の直前予想は以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。